あれ、このところ畑、このところ畑できてるの？パンできてる？できてねえ。おい、マジ超無能だな、こいつら。くそ無能だな。どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。我々がピーチパイ先生のドキドキゾンビでございます。マスリーす。マインクラフトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけでですね、トモちゃんお久しぶりですね。こちらの世界は本当にいろいろありましてね、我々は今ネザーで惨敗を続けております。レザーでですね、今ちょっと連敗を期しておりまして、で、ネザーで連敗を期しておりまして、まあ、ネザー要塞が見つかってないんですよ。ああ、前言ってたやつね。そうなんですよ。ネザー要塞を見つけて、なんだっけ、ブレイズを倒して、ブレイズロッドを手に入れないと、エンドに行けないんですよ。それを何とかしなければならないというところに今来ているというところなんですけど、どうします？一旦村を丸石で囲みましょうか。一旦丸石でちょっとね、囲みたいなっていうのはある。というのはね、この間ね、ちょっと見て、気づいてるからと思うんですけど、ここにあのピージャーの旗が1個増えてるんですよ。前回連続2回ピリジャーに襲われまして、強盗に。強盗兵。盗賊みたいなやつ襲われて、ひどい目にあったんですよね。で、これちょっと、今塀を作ってますけど、ここを全部こう普通の丸石でこう囲って、出るとき、こう、普通のこの石ね。この石。この石で囲って、壁にしちゃって、で、ドアを作って、ドアで出入りをして、でも外がわからないじゃん。から、このさ、壁のところにさ、例えばこの目線のところ、頭2か所ぐらいのところにさ、ここら辺にこう穴を開けて、で、これを取り付けるとさ、これを取り付けるとするじゃん。そうするとさ、敵が仮にいた場合にさ、そこをガチャって開けて、バッて攻撃すれば、ええやんっまあまあていう、確そかの、に、っいいやんできているうな。のを、戦国時代の城壁的な感じのことを今、ちょっとふと思いまして、それをしてなっていうのはちょっとあるんですよね。この高さでも飛び越えてくるとか、その強盗っていういや、飛び越えてくるというか、まあ、あとね、もっと言えば、その壁を作った先に、今みたいにこう、堀が今、掘られてるでしょう。堀が掘られてると思うんですけど、この堀に、もう、マグマを入れたい。もう、俺は。もう、誰にも、立ち入らしたくない。ここね、ほら、ここに堀があると思う。ここにこうマグマを流し込んでおきたい。だから近づくものはもう全部もう、全員焼き殺す感じで。そうだね。で、石なら燃えないし、
いいんじゃないか。でも前回の損害がでかすぎて、もうこの豚が全部死にましたし。あ、そうなん。豚全滅です。あの強盗たちが連れてきた、なんか謎のでかい牛が、あん中入って豚をぶち殺しました。豚と羊が絶滅しました。そうなんですよ。だから非常にね、あ、まあ、1匹だけ生き残ってるだけ、あ、羊と豚が1匹だけ生き残ってるだけで、もうあと全滅です。あと全滅ね。はい。非常に甚大な被害を。もう受けたわけだ。だから農園ももう、農牧場も見てください、もう。牛しかいません。もはや絶滅なんですよ。まあ、やるか、もうネザーに突入するかのどっちかかな。ネザーはでもマンパワー欲しい気がするな。ちょっと今、ちょっとデコイチがね、もうちょっとしたら来ますので、あ、そうなんですね、デコイチ来たらちょっとネザーに、あー行って、うん、ネザー特攻をかけようかなと思うんですけど、それまではちょっとまあ、まあ、いろいろやっていこうかなと。あ、ダイヤモンドがないと黒曜石が。ダイヤモンディあったっけな。ダイヤモンディない説か、もしかして。ダイヤモンディ掘りがけダメか。ダイヤ掘り行く？そしたら鉄いっぱいあるし。デコイチが来る前にちょっと掘っちゃわないと。あのデコイチあれだから、あの地下行くとトラブル招くから、でこ、トラブル、でデコイチトラブルメーカーだからさ、デコイチ来る前に、あ、ずあずいうこと聞かないからさ、ちょっと知らない間になんか使ってたりするからな。いや、あいつ前回もさ、ダイヤのツルハシ2回ぐらいロストしてんだぞ。やっぱそれはやばい。なんで持ってたのとか言って、もうちょっと本気で怒られてたからってこっち。いっちゃんの大人がめっちゃ怒られてたの。いやもうだからやばいのよあいつ。早めにそういう単純作業をもう処理しておかないと。ことが遅れるのよ。ちょっと木掘らないと。どうしよう。じゃあ俺も鉄つるはし持っといた方がいい。そうだね。もうてか鉄いっぱい入ってるから、鉄のツルハシだけでいいと思うよ。耐久値高いし。うん。別に無理に石持っていく必要性はないかな。もうもはやもう時代は変わった。変わったんだ。変わったよ。もうだって鉄製造マシンができたから、もう鉄なんてもう、取ろうと思えばいくら取れるさ。うん。ただ、松明がないんだよな。松明ね、14本持ってる俺。14本か。ちょっとでも心もとねえな。現地で作るか。木だけ持ってないだろ。鉄のインゴットってどこ？あ、あのインゴットケースに入ってるよ。このさ、ずっと前から思ってたんだけどさ、このさ、斧でさ、木やるときさ、木の皮剥がすってあるじゃん。ああ、確かにあったな。そんな何のメリットがあるの？からなんか燃やすのに使えるとか。木の皮を？普通にでも。取れたけど。普通に木くべた方が早いって言います。取れたけど、だからなん、あ、待って、材質変わるわ。樹皮を剥いだ多くの原木になるんだ。ああ、そういうこと。だから何なんだろう。でもそれを使うってことはあんまないよ。あれてねえな。あ、これで OK か。
とりあえず木は取れるだけ取って現地でも作れるようにしておかないと。ダイヤなぁ、どこで掘るかなぁ。なんか前、掘ったあたりってなんか寝るとか作ったりした？いや、そもそもどこやったか俺もよく覚えてねえな。まあ、とりあえずこのさ、初期の採掘場行ってみて、でもいいんじゃないのか。あー、そうするか。うん、なんだかんだそういうところ掘ってなかったりするもん。そうそうそう、意外に見てないとかパターンあるからね。うん、とりあえず作業台と釜を持っていくわ。うん、現地でなんかできる。じゃあ行くか。木の実木のままできてるけど大丈夫。あー、そっか。あ、まあまあでも大丈夫。くそー、急に音を切ると。あ、ここか、懐かしい。うわー、ここだいぶ湧き潰してるところだ。懐かしい。ここら辺だいぶ掘ってんな。確かに。なんだこの雑な掘りは。あ、作業台できてる。知らない間に知らない間になんか。ここなんか、あ、鉄あんじゃん。でもこれやり残しかな。これ鉄ゲッチュ。ここに出るんか。うん。自動でそんな鉄採掘マシンみたいなのできるんやな。できるよ。鉄採掘マシンっていうか。あの拠点から少し離れた100離れたところかなんかに、うん、その地下に穴掘ってそこに疑似村を作るのよ。ベッド20個作ってそこに人を入れてそこで人を繁殖させて繁殖そうで全員に職業を持たせて、でそこを埋めるのね。下に20人人を置いてそこを埋めるの。低愛グループの所業。埋めて、でそれを人柱にして、人柱にすると上のその平らな部分にゴーレムが湧くの。そのゴーレムを溶岩で殺して下に鉄がインゴットが落ちて流れてってボックスの中に入ってっていう機械。それが自動。鉄製造マシン。へえ、そんなことができるんやな。そう、それはだから結構前ぐらいにデコさんと2人でやってる時に4時間かけて作ったの。確かに時間かかりそう、そんなの作るの。でもなんかウィキ見ながらやったけど、まあまあ、まあでもそんなに難しくなかった。仕組みとしてはなるほどなっていうぐらいやったから。ああ、理解です。分かればみたいな。こんな掘って出てくるもんなのかな、ほんとに。いや、こんな掘って出ます？ダイヤ。ダイヤな。あれ、ダイヤってさ、いくつだっけ？マイナス60から65とか言ってなかったっけ？なんかあったね、そういうのね。あ、なんかそこに準じなきゃいけないとかなんだけど、すっごい深くまでいかんとって感じなのかな、やっぱ。じゃうーん、なのかな。マイ
イナス65ってだいぶ不景ぞ。あれ、なんかそこら辺まで掘った道なかったっけな。あ、どっかに作んなかったっけ。なんかあったよな、確か。あったよね、どこだっけな、覚えてねー。すげーってんだが。あ、これじゃね、このルートじゃね、そうっぽいわ。あ、この辺だ、多分。え、うわ、落ちた。くそかよ。え、戻ってこれそう。戻ってこれそう。頑張れば。多分頑張れば。ただテーマつがねえんだよな。暗いってこと？暗い、アイネクライネ。アイネクライネか。アイネクライネだわ。マイナス59。マイナス59って。暗い。もう画面何も見えないはず。配信画面、ごめんな、みんな。石炭、ここまで深いとやっぱ出ないのか。ちょっと、その辺掘るわ。おう、名前があるわ。いや、あ、てか多分、うん、あれ、これ石炭作れなかったっけ、木炭作れなかったっけ。木炭はどうなの。あれ、木炭で作れなかったんだっけ。わからん、どうやろう。はい、ミスったか。ああ、いたいたいた、多分繋がったんじゃん。あ、ナイス。こんなところにダイヤなんかあるんすか。やべ、ほんとデゴが来る前にほんとダイヤ見つけておかないと。ダイヤ見つけてこっちで保持しておかないとまずいぞ。仮に横取りっていうか取られても、そうそう、ボックスに入れとくと、もう本当使われるから本当。だ、ダイヤあんのっつったら、うん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 つっとけば大丈夫。あるとは言わないし、ないとも言わないみたいな感じで。そうそう、出そうにね。まあ鉄はあるから、あ、岩盤が近いのかも。あ、そういうことか。そう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 、たまに岩盤ぶつかっちゃう時ある。ああ、な、ええや。
あ、氷取り落としちゃった。まあいっか。いやレッドストーンいらねえな。逆に深すぎて出ない説か。砂だ。え、砂じゃん。え、砂。頑張んなかな。あ、その説あるよ。やーねー。レッドストーンは出んだよな。正直レッドストーンいらねえんだよな。今レッドストーンはマジでいらない説。ペイで今日もサーバーなんか、あれしてるっぽいな。アーリーアクセスの意味。まあなんかアーリーアクセス正直おまけだからね、あれ。ぶっちゃけ。でも高いエディションってさ、それの特典であるのに。そう、もう俺も今、はぁ、そう、その時、あぁって思ったけど、考えたらアーリーアクセスはついてるけど、それ以上になんつうの、その、なんだっけ。あれ6ヶ月分のさ、なんだっけあれ、最近流行りの、なんだっけ、6ヶ月分のなんじゃん、シーズンパスみたいな、シーズンパスがついてるよってことの方がなんか重要みたいな。ああまあまあまあ、うん、まあだから正直3日間アーリーに関してはもうデバッグ作業と一緒っすからみたいなことなんでしょうね。おかげでマッチングもクソだし、エイムアシストねえし、地獄だよ。エイムアシストないの？エイムアシストないの？マジバビるよ。いや、マジバビるよ。CS 機でないの、ほんときつすぎる。やばいな。やばいよ。は、全然当たんないと思って。当時のさ、昔のさ、ペイデイ2ってさ、もうバリクソ強いエイムアシストだったの。だから本当にもう覗き込んだらもう速攻もうヘッド取って当たるみたいな感じだったのにさ、そうそうそう、だからもう作業に集中できたんだけどさ、全然当たんないんだけどと思って、全然ダメじゃんそれ。そう、やべえ。バグとかじゃなくて、どうなんだろう。でも今後そのエイムアシスト起動しないともう本当弾を本当ぶちまける形になるから、弾全然足んないのよ。あとなんだっけコントローラー設定でさ、デッドスペースをさ、うん、設定できないから、そのエイムの調整がすっげえ気持ち悪いの。ああはいはいはい、結構ツイッターでも書かれてるけど、もうその調整できないからすげえつれんだよ。当たらない、すげえ落とした。なんだこのザーって言ってる。ドコさんすげえザーっつってる。うん？ドコさんすげえザーっつってる。何がザーって言ってる？うん、ちょっと待ってよ。後ろですげえザーっつってる。もはやホワイトノイズを超える。もうトーマスの声が半分聞こえなくなってる。大丈夫？ダメ？ああ、さっきより収まったかな。マジか。
あ、多分、あと多分、デコさんの声が超でかいのだろう、多分。でかいの？うん、多分。ちっちゃくする、ちっちゃくする。トマちゃん、出ねえぞ。ない。ない。もうちょっと上の方がいいのかな。むしろ、ね。かまあ、エリアを変える。エリアを変える。あ。あ。あ。うん。粉も。あ、まあまあさっきよりか、まあ、全然。移動するか。え、正面から強盗に入ればいい？プラン B なのよ、それ。え？それプラン B なのよ。プラン B じゃないのか。プラン B じゃないよ、今日。ネザーに行ってるっぽいね。行ってない、まだ。行ってんじゃん。今、地下だよ。普通の。普通の地下でダイヤ探してる。地下でなんかしてんの？ダイヤ探してる。マジで？うん、鉄がいっぱいあんじゃん。さっきさすがいやさっきあのやる前に部屋でマイクラ起動して製鉄所の前に放置してたの。そしたら製鉄所の前に放置、うん、だ近くに行かないとさゴーレム湧かないからさ、それ3スタック分ぐらいは無駄遣いすんなよ何を何を鉄王だよ。お前マジ助けすんなよ、ほんとマジで。鉄はあるんだよな、鉄はあるけど、鉄はあるけどダイヤがね。おいよ。まったなぁ。参るな参るなぁ。まあでもね、今日は3人いますから、ネザ特攻ですよ。今日こそ拠点を。え？どこ？どこどこどこ？いや、あの、採掘場の入り口のところ。あ、入り口のとこ、うん、トーマスさんがすげえ遠い感じがするんだけど、うん、普通に地上っすよ。あ、違う違う、声が声が、あ、声が、うん、うん、なんか、あれか、遠いとこに行ってるからか。違う、多分、あの、ね、デコがめっちゃでかかったんだ、多分。あ、トロッコは、でかいとか言うな。デコさん、トロッコ知らないのか、トーマちゃん。トロッコ、トロッコの存在知らないのか、トーマちゃん、うん、それ、それ、メッシが作ったんだよ。あ、そうなん。うん、そのトロッコの先に製鉄所があるの。この猫、この野郎。ただ僕この野郎どけ。ただただ黙々と作ってたよ。作ってそう。メッシ採掘場っていう看板がある。うわ、なんだこれ。うわ、すげえ。なんだこれ。やば。マジか、メッシこれ。え、マジで言ってんの。え、やば。え、え、え、なにこれ。一回入ったら出れなくなってそうなところ。え、なにこれ。やば。え、やば。え、嘘でしょ。なにこれ。怖っ。怖っ。いや、なんだこの理路整然とした並び方。やーべ、性格超出てんな。恐ろ。いや、めっちゃ怖え。なんだこれ、すげえな。もうメッシ採掘場マジやべえ。ここで鉄大量に掘ってたのか、メッシ。やば、すげえな、あの子。ちょ、俺も戻るかじゃん。鉄はあることだし、黒曜石が、黒曜石って
てこさん持ってたっけ黒曜石、うん、作ればええんちゃうかな。いやでもダイヤピッケルあるわ。ダイヤピッケルあるし近くに溶岩出てるからそっから取るか。もうちょっとまた離れたところにちょっとあれ作ってネザーゲート開けていくか。それがネザーに行く。戻ってきたってこと。今えってか戻ってきたってか今地上上がったよ2人とも。お一応ダイヤピッケルはあるからメシがあんまりねえんだよな。焼くしかないんじゃない。多分肉はいっぱいあるんだよ。あそうでもねえよ。肉ある。牛殺しちゃえば牛殺しちゃえばって。いやだって他に理由だって何のために育ててんの牛。牛なんかもう殺してなんぼだろ。もはやひでひでひどくない。全然普通だよ。そんなところに俺何も感じないから。よし木は持った木は持った。あとはあ作業台持ったペット持ってけよ。ちゃんとバカすんだろちゃんと持ってけよ。ちゃんとってなんだ。ちゃんと持ってってちゃんと死ぬだろちゃんと死ぬじゃねえか。立ってクロスボウってこれ矢を普通の矢使えるの。普通の矢使えるよ。あ、そう。うん。これ前回さ、あっち行ったじゃん。海越えた側行ったじゃん。行ったって。海越えた側行ってさ、見事失敗したからさ。今度はあの採掘場側の方にさ飯めっちゃあるよ。こっちどっち。ここあの寝るところにあの師匠が作った謎のマスインがなんか微妙じゃないこれ。えでもまあまああるにはあるだろう、まあ、あるにはあるけどさスイカ持ってくか。結構いるぞ。スイカみんなで分割して持ってく。俺10個持ってく。スイカもらう。あとパンか。やっぱでかい畑作りてんだよな。あの自動畑マシンがさマジうんこだからさ。働いてないよね。あれ機能してねえからさあの自動畑マシンがよ。ちょっとこれ誰メッシのチェストちょっと見て。ちょっと止まっちゃう。うん勝手に開けてみる。チェストの中に31個チェスト入ってんだけど、どういう、もう分からん。チェストインチェストしたら。チェストインチェストかけ31超怖いんだけど。チェストインチェスト31超怖いんですけど。やってしまった系じゃないですか。ちょっともう、言っといて。ちょっとそれあかんだよって。それあかんで。メッシ、チェストインチェスト31はあかんだよって。ちょっと寝るか。ちょっと。寝ていくしかねえかよ。前回あの海側から行ったから反対側のあの製鉄所側の方からさ海越えてさ、うん、行ってネザー開けるってしてみよっか。製鉄所海越え、ああそうそう今まで越えて、越えてからね。そうそう今までこっち側行ってたじゃん、うん、じゃなくて、うん、こっち側の方の海を行って正反対の方で行ってバイオーム調べて、うんの方がいいんじゃないかなと思って。そうね。で最悪そのゲートが当たりだった場合、うん、あのこっちのゲートとさ、うん、
空中で一直線の道作ってさ、空中で一直線の道うん作って、うん、でそこっちから入っても一直線ですぐそっちの方向に行けるようにすればさ、うん、あの狭いから、あまあね、そうっていう作戦はどうだろう。まあうまく当たればね、うん、そのいい当たりバイオームが当たればだね。当たればだよ、ほんと。今んとこ3回ミスってっからさ、ゲートオープン。ちょっとこのデコさんが芝居つけた犬超吠えてんだけど、殺していい？あっきゃいいんつってる。こう待って待って、誰だ本当に殺したこいつ。やばやば、何をおっしゃるやろ。殺していいって言ってから殺すまでが早いんだよ。決断が早い、判断が早いよ。ちょっと判断が早い、判断早くないとね、事務所閉鎖されちゃうからさ。いや、あそこは別に判断遅かったわけじゃないんだよ別に。ちょっと馬、ちょっと牛殺してあれするか、ちょっと持っていくか肉。じゃあここの紛れた羊を殺すか。ああ、もうこの間の襲撃でもうほぼほぼいなくなっちゃったからな。そうだね、本当に。なんで焼くか、もうと辛いよな。なんか肉とか余ってんじゃない、どっかどっかボックス開けりゃ。それ全部ぶち込んでさ、もう焼いちまおうぜ。その謎か、謎の師匠が作った謎の機械にさ突っ込んでさ、謎機械に突っ込んで、謎マシンに突っ込んでさ。なんかポテトとかないの？ポテトはね、腐った芋ある。あー、ダメっぽいな。腐った芋を焼いたらどうなるんだろうね。青くなったじゃがいも。あー、それってどうなんだろう。あとこのビートルートってなんか使えないのかな。ビートルートは豚が食う。焼けないんだ。焼けない、豚が食う。うん、ビートルートは豚に食わすか。豚に食わせるしか方法がない。豚1匹しかいねえんだよな。あ、師匠来た。なぞなぞ言わないでだって俺謎だからね。俺らの頭脳では計り知れない機械が置いてある。豚食わねえぞ。豚食わない。豚食うよ、確かビートルート。一匹しかいないじゃん、豚。あ、焼けてる焼けてる、すげえ。肉持ってこうと。豚一匹しかいなかったら繁殖しねえぞ。繁殖しないんだよ。もう焼こう、こうやって。あ、ここか。上にぶち込めば。あ、そういうこと？そうそう。上にぶち込むと自動的に焼かれるらしい。で、下に降りてくるっぽい。めっちゃ入ってんじゃん、もう。チェストに入れるってこと？その上のチェストに入れとくと自動的に焼いてくれて、最終的にそのリンゴのマークのところに入ってくるらしいよ。おお。ああ、なるほど、確かに。すげえな。謎。なんかいっぱいあるよ。持ってっちゃっていいんじゃない？うん。一瞬ちょっと離れるわ。あ、いいよ。謎の装置。謎の視床装置。うん。いや、本当謎なんだよな、それ。謎すぎるからちょっと看板貼っとこうぜ。あ、そうだよね。マイクラやりながらポケモンやりて、ポケモンやりてって言ってたからね。うわぁ、最低。
やっぱりプレイステーションのマイクだと拾うんだな、あの、ああそうね、ファンの音とか。ああそうだね、それはあるね。まあ、そろそろあのゾンビちゃんが PC 買うしかないってことだな、これはな。 PC？ うん、 Windows 95でいいならいいけど 3.1 の方がいいんじゃないかな。大丈夫、一太郎と花子だったら使えるけど。マイクラっていい、ね、マイクラってフロッピーで売ってる？ちゃんとマイクラフロッフロッピーあるかな。フロッピー8枚組とかで言ってる。8インチ、8インチかな多分。フロッピーか MO で売ってるんだったら全然扱うけど。MO、ジップじゃないかな、ジップ。ジップ。わかりなさい。これうどん、うどん式食材加工自動装置ですね。貼って、看板貼ってきました。で、魚を、魚を釣ってきたので。おい、魚を入れれば真面目、ジーマーメでもさ、デコさんこうやってさ、一生懸命準備するじゃん、うん、で、行った瞬間全ロストすんだよ。だ全ロスト言うな、全ロスト。とりあえずさ、無事にとりあえずネザーを、ネザーのさ、あ、いけない、俺あれ作っとこ、あれ作っとこないか、忘れてた。黒曜石と木内石。火打ち石はあったり、火打ち石じゃねえわ、なんだっけ、火つけるやつ、火打ち石みたいな、火打ち石、どこだっけ、どこだっけな、溶岩、ここだったの、あ、違う、あれ溶岩どこだ、あ、採掘場の方か。何個あれいいんだっけ、4、3、3、10個、10個か。じゃあちょっと見てくるか、黒曜石掘ってくるわ。じゃあ一応そのまま第二箇所を掘る可能性もあるって考えると20個必要だよね。まあだいぶ距離行かないといけないけどね。うん、20個あったらあったでいいよ。うん、まあ溶岩をあれしといてもいいけどね、ダイヤのピッケルあるんだったら溶岩をバケツに入れとくっていう手もあるけど。ああ、なるほどな。この水邪魔だな。ここだろ、どうする。あ、やっぱりか、黒曜石本土なりな。そういえばデコさん、エンチャ部屋作った？どこに？どこにじゃねえ。どこに？もうさ、作っといてって言ってサボり散らしてんじゃん、ほんと。え、作っといてって言ったっけ？言ったよ。あれ？こっちのはあれで作ったかどうか覚えてないな。あ、まだ本が足りねえんじゃねえかな。ああ、いや、本だな。多分。チェスト入ってたよ、さっき見たとき。嘘。あれ、うん、あれだけじゃ足りねえんじゃねえかな。足りないの？あれ？なくなってない？なくなってない。これか、これか。うん、本棚いくつ必要なんだっけ、エンチャって。結構いるんだよね、確か。このサトウキビを取って紙を作って本作ってみたいな感じになる。途中でやめたんだ。多いんだもん、多分何個あればいいか分かんない。こう半分火事みたいになってる家、これは何なの？あ、それ、あの、仕方していい。なんなら壊していい。そう、あ、そうな、うん、それ壊していい、それ壊して、壊すな、壊していい、なんの価値もないから壊していい。壊すなよ。危な、うわ、危ねえ、これマジ怖っ。落とす仕組みに
なっとる。川が欲しいな、川。よいしょ。たまに黒曜石じゃなくて丸石になっちゃうの、なんなんこれ。本棚9しかないんだよね。10何個いるんだよな、確かに。あ、そんないるの。うん、そんないるんですよ。足りないんですよ。だからサトウキビをこう植えたじゃん、端っこに。植えてたわ、勝手に植えてたわ。勝手に言うな了承を得て植えてるから。届いてないな。あぶ、やばい、やばい、死ぬ、やばい、やばい、死ぬ、それ死ぬ、やばい、やばい、やばい、あ、終わった最低、最低なやつ、最低なやつだよ、それ全ロスした。どうすんだ、それ全ロスしてやべえ、ダイヤの、ダイヤ取るところからじゃないの。やばい、ダイヤなかったっけ。ダイヤ1個あるよ。1個じゃ無理だよ。ちょっと待って、残ってるから確認してくる。ちょっとマジもう泣きそう。うわもう泣きそう、マジ。いやーマジ泣きそう。さっき散々、言えばそういうゲームやったな。さっきそういうゲームで、さっき散々でこそことバカにしてる。あいつこの間さ、行く前、行く前でっていう感じ。あいつこの間ダイヤのピッケルロストしやがってよ、みたいなことすげえ言ってたのにさ、俺がロストしちゃったよ。くそ。うわもう何も残ってね、もう一個たりとも残ってね。伏線回収。いやもう伏線回収しちゃった。もう最悪。いやもう泣きそう。どっか。じゃトーマスメッシのチェストをさ、あさってちょっと。あるかもしれないから。ああ確かに。隠してるかもしれない。保管しとるかもしれない。隠して、かいつ隠してるかもしれない。マジで隠してるかもしれない。奪ってきてる。チェストインチェストのチェストの中に入ってるかもしれない。いやむずこの溶岩マジもうやだ。もうダイヤはねない。マジかよ。まあさすがにないな。あれよ、ダイヤホール行く。一個ありゃいいんだろ。一個でできたっけ。一個あるよ。一個だ。いや、え、鶴橋って何個だっけ。いや、三個いるんじゃない。三個いるような気がする。いやマジゲボ吐きそう。いやマジゲボ吐きそう。うん、行こう。クワとか作るからだよ。お前だよ。クワ作った。俺あれだからね、分かったよ、ロストした理由。俺だってダイヤモンド触ってないんだもん、ほとんどこの配信始まってから。だいたいダイヤ手に入った瞬間に速攻使われるからダイヤ慣れしてないのよ。ダイヤ慣れ。いやもうそのまま速攻で行きゃよかった、パパって。いや待って、木掘ったのに木も全ロスしてんじゃん。うわもう泣きそういやもうゾンビ泣きそう、マジ。木全ロスしてんの。木さっき掘ったんだよ、パパパって。もったいな。行くようで。そうもうマジ持ってね。デコとなんか入ってないの。ああ、なんデコ板材持ってんじゃんかよ。ん、板材船もあんじゃん。デコのところ拝借して。ああ取っていいよ。ご利用ありがとうございます。繁殖させよう。牛を繁殖させよう。羊がいなくなってんじゃねえかよ。それはしょうがないよ。狩りすぎだろうよ。あ、違う違う違う。違う、殺されたんだよ前回のあれで、ラベジャーで。あれさっきいたよ。でもえ、いた。うん、羊もう一匹いないと繁殖できないんだけど。捕まえてこない。ひでえな。もうだる。
ととりあえずちょっと、ああそっか、行かなきゃいけないんだ。どこに行ったんだ、みんな、みんなどこに行ったんだ。行くぞ、準備して、はいはいはい、行きます、行きます、行きます、もう従います。あ、もうネザーじゃなくてダイヤモンド取りに行かなきゃ。ダイヤモンドを取りに行かないといけない。黒曜石を取らなきゃいけないから。どっから行くんだ。どこの行く、どこから行くんだ、どこら辺、どこに行くんだ。行ってよ、お前マジやめろよ今。大丈夫だよ、肉だから。いてえはいてえんだよ。肉であろうがなんだろうが。あ、じゃあ水管しとく。痛いっつう。もうちょっと本当に減ってんじゃんかよ。え、トモちゃんどこにいんの。これどの数字言えばよかったっけ、真ん中以外言えばよかったっけ。そう、-45-102。-45、どこだそれ。なんかね、ちょっと家から離れたと。-45-102。うん。-45。なんかね、入り口見たら、あ、これかってなる。-45？ ここら辺だよね。102？ -102か。うん。-45の100、-102。向こうが？俺の名前見えてない今。あ、いるわ、下に。ああ、わかった、ここだ。下？猫、うん、さん、ここ、ここ。あ、そこの、あの、この前回の、横穴、あの、前回のラベジャーだまりだ。おうおう。ここ行ったらあるかなと思ったけど、なんか、あんまり掘っとる記憶ないから。なんか前回ちょっと行って、あのね、まだ奥地が見切れてないんだよね。ああ、そうなんや。そうそう、もうちょっと奥の方に。そう、あと水は持ってきたぞ。ナイス。助かるよ。助かるでしょ。こっちらロストしてるからな、バケツ。ダイヤのピッケルロストしてるからね。なんて言ったってね。うるせえな。マジお前に言われたくねえんだよ。お前にロストの件は言われたくないんだよ。そう、同列になっちまった。ここに関してもういじれねえ。石炭を取っとどっか降りれるところあるかな。どっか掘らなかったっけ。どっか掘ったっけ。うん、どっか掘った気がしなくもね。こっどっか、どっか穴あるよね。あれどこだっけな。万全にしとかなきゃ。これか。これを落ちていけばいいのか、ここ。あ、はいはい、ここ、ここ。ここでこの間、あれじゃなかったっけ、ダイヤ見つかんじゃなかったっけ。そう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 。でもさ、この下にさ、バケツで水。水。あの、トモちゃん、あの、水が垂れてるところ。-90から105ぐらい。こんな感じ？これか。そうそうそう、ここ。お、いいじゃん。行ってきまーす。自分が責任持って行ってきます。あ、暗いっす。暗っ。ちょっと待って。あ、待って、これ、あれだ。でもさ、どこ、ダメだ、ここ。海。海です。ただただ海です。ただただ海、下は完全なる海かな、これ、うん、どっか陸地、あ、あーでもあれだ、続いてるわ、この間のところと。どうする、行く。うん、でも先、降りた先にさ、なんか、うん、さ、この間行ってないところとかもあるから、まあ同じかな。じゃ帰ってこれないようにしとくか。なんでだよ、他にルートあるから大丈夫だよ。海よ。その先にね、あるんだよ。あ、鉄ある、めっちゃ。そこ。うわ、すげえな、これな。あ、でも湧き潰ししてねえから。村人ゾンビがめっちゃいる。ナイスナイスナイス。ナイス、ナイス湧き潰し。鉄あります。よし、鉄あるね。
鉄はある。いいぞ、うん、あ、いた、いた、いた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 。もう2個取ったら離脱、たたたたたたた、もう2個取ったら離脱するからね、速攻で。何を？ダイヤだよ。ダイヤあった？まだない。まだ17だから、もうちょっと深いとこ行かないとダメじゃんかな。うん、鉄は結構あんな、嬉しい。鉄は結構あるね。うん、鉄もと持ってこう。この下じゃねえかな。あ、鉄めっちゃある。水流せみたいな感じかな、これね。いや、めっちゃある石炭と。トーマスさんを水攻めにする。怖っ、やば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 、怖っ、怖っ、やってることを。すまんね、いつもだったらトマちゃん俺がやめろよって言いたいところだけど、俺今同列なんだ。そうそう。もうちょいだね。マイナス、今7ぐらいでしょ。781桁まで来たでしょ。もうちょっと下だね。誰が？デコさんが。うん、デコさんマイナス2桁逃げていってるから。デコさんマイナス2桁余裕で言ってるから大丈夫だ。もうちょっと下。この下怪しくない？あ、これ怪しいよ、ここらへん。あ、確かに青いの出てきたから怪しいよ。デコさんはね、やっぱり過去のカルマがやっぱ高すぎるからね、やっぱり。なんかカルマ。カルマが高いってどう？カルマポイントが高いから、KP が、KP 超高いから今、デコさん。確認側になデコさんの KP 今すげえ高いから、もうロストの。ね、KP って。ケアレスミスによるその、KP ポイントの消費がえげつないからさ。あ、やっべ、やっべ、あれ。あとあの恋にロストシーズン2みたいな、恋にダイヤのクワを、なんかあるぞ、なんかあるぞ、ここカルマポイントあるから、なんかあるぞ、ここなんかいる化け物。あ、やべ、え、化け物、やべ、痛い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 、うん、大丈夫、生きてる、やべえぞ、これスポナーがあるぞ。あ、スポナーだ、潰そう潰そうっていうか、行って、これここにさ、あの松明つけて、松明つけてこうやって、あ、潰そう。お、でもボックス、うん、チェスト、チェスト、松明がなくなった。松明ないんだよな、なくなっちゃった。あるある、ダイヤモンドの蔵がある。よっ、トーマスさんに松明。何ダイヤモンドの蔵って、マジいらないんだけど。蔵と腐った肉がめっちゃ入ってる。早くなんかある。ダイヤモンドの蔵を手に入れて、あと骨と麦だけだな。火薬、あ、待って、でもさ、ここに作業台作って、うん、一旦ここでちょっとステイポイントを作るか。今俺石炭、あれ石炭34個作っ、石炭めっちゃあるから、うん、ちょっと大量に作って配るわ。ちょっと待って、レゴ、はい、あ、間違えた、ん、はい、ウィトマちゃん、はいはいはい、半分にして、はい、ウィ、もう全員32個持ってます。お、赤いのあるじゃん。でも赤いのあるっていうことは怪しいぞ、そこ、その周り。意外に、でもデコさんあれなんだよな、あのダイヤモンドの収穫強いんだよな。金目のもん、なんかわかんない。ああ、上からゾンビ来てる、危ね、金目のもんにはね、なんかわかんないけど、デコさん収穫すっげえあんだよな、ダイヤモンドに関して。結構見つける率高いんだよな。高いでしょ。そう、ロストする分も多いけど、うん、だからいまいち攻めづらい。まっすぐ追っていこう。マイナス10か。もうちょっと下行きたいけどな。そうね、あったらあるし、なかったらないんだよね。でもね、溶岩がない、ここ。まあ、掘るしかなかろう。溶岩なかったらきつくない？マイナス10か。うん、もうちょっと下だよ。もうちょっと深い方がいいのかな。うん、もうちょっと深い方がいいよ、これ。なさそうだね。スポナーがあって、スポナーの方がないのかな。
コーナーの方を掘ってみる。うん、なんかここ平らだし掘りやすいかなと思って。ここ軸で。いや、ほんとダイヤさえあれば、こんなことには。今頃こんなことには。今頃もう船で旅立ってるはずなのに黒曜石持って。そこがマイクラの難しいところで。いや、ほんとさ、このゲームマジイカれてるよ、ほんとに。いや、超面白いんだけどさ、超面白いんだけど、いや、ちょっと残酷すぎない？失った時のペナルティが半端じゃない。半端じゃないよな、ほんと。容赦なさすぎる。いや、なんかさ、やべえ、金だ、金だ。後から見たけど、設定でさ、死んでもロストしないっていうモードあるらしいんだよね。変えられるらしいんだよね。でももう一回このルール知っちゃったらさ、もう無理じゃん。ダメだよ、そんなぬるいルールに。そう、もうぬるすぎるよねってなっちゃうからさ。各有いろんな配信者がさ、ハードコアでさ、一回でも死んだらさ、もうマップ作り直しとかでやってるのにさ、一、うん、回で死んでマップ作り直しはちょっときついな。結構やってる人いるよね。ちかすごいよ、だって今までやってたことを全部無に帰すわけだもん。そうだよね、何時間もかけて。そう、そのパワーはないわ。できた、そのパワーと時間がないわ。無理やな、無理だな、さすがに無理やな。うん、ほんとそれできるのってほんと学生か、それで食ってる人だけだよ。それで食おうぜ。それで食えたらな。でもさ、実際それで食うってのは結構さ、うん、特に生配信だったら結構しんどいよね。しんどいと思うよ。うん、でも起きたらとりあえず起動しなきゃいけないから。そうね。ここ金がいっぱいあるところだな。あー、そうなんですね。うん、山ほど金が取れる。ここら辺から行ってみるか。じゃあちょっと、なんか化け物の声がする。化け物の声やばい。抽象的かつ恐ろしいの。なんか岩ばっかだな。レッドストーンだ。レッドストーンは出た。お、いいね。いいのかな。いや、マジ、ほんとさ、当たりが。でもね、溶岩来てほしい、溶岩。ずっと言ってんな、マジ。溶岩のところで炭素化されるんだよ。いや、まあ、実際問題、それに付随、それとリンクしてんのかな。リンクしてるような気がするよ。マジ？あ、そうなんだ。うん、ほんとかい？ほんとほんと。きたー、きたきたきた。一発できた、2個ゲット。2個ゲットした。うわ、2個どころじゃねえ、4つだ。4つきた。お、4つじゃない。いいね、いいね。6個だ。あっち、いいじゃない。あっち、しかも鉄もある。あっち、う、激アツ。いいじゃん。あー、ペカったー。ペカりました。ペカりましたか。ペカりました。撤退。総員撤退。はい。撤退か。撤退だよ。しゃあないな。一旦撤退。今日の目的はもうここじゃないんだから。でもここにさ、あのスポナーがあるってことは、ここで経験値稼ぎできるんだ。から、エンチャントするときはここで。これ持って帰れないの、このスポナー。持って帰れない。持って帰れないの。うん、だからここをなんか見た感じ、ここを封鎖して、で足元だけこう見えるようにして、で殴って経験値集めるみたいな風にやってんね、うん、みんな。とりあえず早期撤退します。私は
みんな食料あるんだったらもう即時行こうよ、うん、即時行こうよ、即時行こうよ、いらないことしてまたなんか変な、あ、だから、あ、だからデコさん、デコさん、デコさん国語席やって、国語席やって、デコさん国語席やって、俺もう嫌だ、もうもう今俺国語席イップスだからちょっと無理だわマジ国語席イップスです今俺、国語席イップス、国語席に触れることすら怖い、上がって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 、そう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 、上がって上がるの、そう、いい子、よし、サクッと上がる、どっちから来たっけ、こっちか、場所が分かんねえよ、俺は拠点についてもいらないことしないからな、絶対もうダイヤツルハシだけ作ってもう置いとくから、よかった帰れた、ここ意外に分かりやすいんだよな、なんか配置が帰ってきやすい、拠点も近い、拠点も近いし、違うとこ行ってるけど俺、マジかよ、でもいいよ俺が生きてるからどういうことやね、もはやもうダイヤを持ってる俺さえ生き残れば別に、今回は別にこのミッションは達成だ、よしよしよし、ダイヤのツルハシ1個作ります、はい、OK、作りました、違うルートから一生懸命上がろうとしたレコード何の意味があるんだろう、レコード、あの著作権に引っかかるやつ、最悪じゃんお前前からやってくれてんのいや全然パン作んねえなこいつら、パンでしょ、パン作ってくんないんだよ、マジ作ってくんないんだけど、こいつ一回分解するか、このこいつら、あれ行った、この村人、自分たちで運営した方が早そうな気がしてきたな、でしょ、うん、だから横に自分たち運営用があるじゃん、なんかさ、どっかさ、この海のところあんじゃん、海のところにさ、すげえでかいさ、うん、もう農園作んねえこの海潰、この川潰して、飛来心があるところ潰して、そうね、なんかその方が早そうな気がしてきた、ここまで来たけどさ、こっからどこだっけ、そっちか、適当に行ってるっすね、この辺から上がれそうっちゃ上がれそうな気もするんだよ、上がれそうだよね、何も入ってない、あ、上がれた、上がれたっすね、こっから上がれるっすね、ちゃんと閉めてる自動扉にしてほしいな、あれな、紙でしょ、石がすげえことになったな、これ何、
ちゃんと喋れよ。ちょっと待って。ちゃんと喋れよ。ちょっと待って待って。普通に配信者として注意された。ちゃんと喋れよ。当たり目だろ、それは。どうだ、いけるか。あ、まあ足りないか。でもまあいっか。ちょっと行くためのさ、準備をさ。さっきあの、スポナーでめっちゃ骨手に入ったから、その骨使って、骨粉で今、麦を大量に作って、パンを、全員分の食料を。お、じゃあ、あの、ピッケルくれ、ピッケル。おう、頼むぞ。マジ頼むぞ、ほんと頼むぞ。いいえ、いいえ。どこで？まず寝た方がいいんじゃねえか。一回寝ようか。そうだね。危険だもんな。村人がすげえ寝てるけど。どけよ、これ。人の布団で寝んじゃねえ。それ、どかせられんの？どかせられるよ。え、どうやって？殴って。殴らない。左、L2 かな？あ、L2 なの。うん、L2 でボンってやると立ち上がる。殴らなくても平気。この細道を行けばいいのか。そう、製鉄所の方だね。よし、パンも作った。じゃあ製鉄所の方に確かゾンビいるやん。あ、どこさん、どこ行った？ん？製鉄所の方に行ってます。あ、オッケーオッケーオッケー。20個欲しいな。ちなみにそこがもう枯渇、そこ枯渇しても一応別、もう一個近くに溶岩とかあるから。え、いねえじゃん。あ、まあそうだね。ここ枯渇しても溶岩はあるっちゃあるよね、うん、こっちにね。あのデコさんちのとこ、デコさんが作った謎のオブジェのとこにあるはず、確か溶岩が。猫どこで掘ってる？あれ？猫さんどこにいるの？ん？あ？猫さん？こっちにいるよ。任せろ。任せろ。え？どこでやってんの？溶岩広げてるから。は？ちょ、マジ、ほんと、ほんと、マジ、マジ、ほんと、あれだぞ、ほんとまで頼むぞ。何？デコ、ほんと頼むぞ、マジで。マジで、デコ、ほんとに。大丈夫だよ。もう、ネザー行こうよ。こっから流すんだよ、今から。こっから流す、やべえ。トマト探せ、あ、ダメだ。G 探せ。砂になるな。あいつの G 探せ、やばい、ちょっと、あ、開き殺してる気がする。あ、ダメだ、これ。から流す。砂だとダメだな。溶岩どこだっけな。あ、いた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 。向こうか。てかこう、なんでこう誰かをこう溶岩の中に落とすような機構が作られてんの。どこだ、どこいた。あ、でもどこどこ、おお、あっちあっちあっち、これな。うん、これこうやって流しといて、うん、あ、ダメダメじゃん、これ、ここら辺から流しとけ、流しといて掘ればいいんだ。かっけえ、かっこいいでしょ。うんうん、とかその間で鉄取ってくる。鉄と、なんかデコさんが作った畑から麦取って、師匠が作ったんじゃないかな。あの畑？うん、小麦とシスコムーンでしょ。
シスコム知らねえけど。え、看板になんか書いてあるよ、ね。嘘。ああ危ない危ない危ない。あ、鉄が出来てできた。勝て。勝て。勝て。頑張って。めんどくせえ。なんかさっきそこの溶岩で小豚が焼き殺されちゃったさ。ああ、いいのいいのいいの。いい。うん、入ってたやつが悪いから。こう近くに寄ってると、まあね、トマス聞こえる？あの、うんうんうん、村人がいる声がするでしょ。お、する。うん、この、うんうん、この石の囲いの下にいるんだよ。うーわ。彼らひどいでしょ。彼らは人柱、AI グループじゃ、人柱だからね。やばいでしょ。一生その下で労働力として。あれと一緒だよ。あのほら、大和時代とかさ、あれじゃん。あの、うん、偉い人が死ぬとさ、生きたまま一緒に墓に入ったりしたじゃん。あのエジプトのピラミッド方式。そうそうそう、あのそう、前方後円墳とかピラミッドとか一緒。エジプトのピラミッド方式って、うん、と同じ考え方だ。ファラオと同じやつ。そうそうそう。だから彼らは、うん、錬成してるんだよ、鉄を。人剥がれんでいるところきついな、上から流れすぎて。等価交換だから。何の等価交換だよっていう、ね、彼らの生命エネルギーの代わりにゴーレムを呼び出して鉄に変えてるってことだから、ね、錬金術だよね。わかねえな。なんか湧くときと湧かないときがあるんだよな。有限会社ね。でこやま製鉄所。でこやま製鉄所は有限会社だよ。有限会社だ、うん、もちろん有限だよ。誰がこんな危ねえ会社の株買うんだよ。買えよ。買わないだろうな。監査入ったら終わりだろ一発で。で、猫山健二。監査対応してるから大丈夫。やべ、誰ここです。誰ここのかまどで焼き羊肉32個作った人。やったやべえ。意外な形で食料ゲットだぜ。やっぱ木炭あんな。木炭ってなんか作れんだな、やっぱり。木炭作れるよ。木炭作った覚えがあるな、それな。木をあれか、板材にしないでそのまま焼けばいいのか。そう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 。板材にしちゃいけないんだったのか。やっべ、やっべ、バカ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 。今のうちに木切っとこう。やっべ、流れてんじゃんこれ。今のうちに木を作っておきましょう。水がやべえな。木集めておこうが一番いい。木は大事です。木が危ね。今木が結構ないんだな。危ね。ゾンビの二の舞っていう感じだね。危ない、頼むよ。危ね。また4時間ぐらいで何も進まないことになっちゃうからやめて。怖え、これここ怖え。今ほんと木が不足してんな。なんか さっきチェスト見たけど、木でしょ。チェストの中にも木なかったんだよね、うん、あ、そう。だから結構積極的に木は取っていかないと、うん、木は取っていかないとやばいよ今。木がほんとにやばい。12個です今。お、あと8個頑張って。木を集めておくから。ここ、おう、やっべ。むっちゃエボ感出てくるんだけど。頼むよマジデコさん、ほんとマジマジで頼むわ。 俺と同じミスしないでお願いだから、マジで。ほんとやばい。結構リスキーだよね。リスキーだね。なんか安全に取る方法とかあんのかな、ここ、ね、黒曜石って。水を流しながら取るっていうのが一番いいんだけど。
うわ。OK。結構溜まったか ?31 か。まだまだ。まだまだだね。とりあえず木の棒だけは持っときたいもんな、いっぱい。石炭はなんとかなるとて。16。うん、頑張って。水回収するか。どっから出てくんだ。まだ出てくんのかな。もう出ないか。いや、気抜くな。あ、まだあるな。やつらどっから出てくるか分かんないからな。急に牙むくからな。結構あるな、ここな。溶岩。まあ、そしたらまあ黒曜石には困んないっちゃ困んないけどね。困んないね。うん。そうしてくれれば。よし。よし。47。出て。ワンスタックぐらいは欲しいな。20個でしょ。そうよ。あと何個？あと4つ。お、いいじゃん。いいじゃん。あ、船作んなきゃ。よし。埋め直しとかなきゃな。また掘ったところ。あそこダメか。行かねえんだな、ミスか。ね、ちゃんと切ってますけども、ちゃんと我々植林もちゃんとしっかり行ってね、次の未来に つなぐようにしてますから。困るの俺たちだから後にまた。でもここら辺のあのこのレール周辺はもう別になくてもいいんだけどな。あー、終わった。ナイス。じゃあ一回寝てあれしますか。もう速攻行きますか。船作って。あー、エンダー。あぶね。別にマグマ周辺じゃなかったら別に死んでもいいよ。大丈夫よ。ひでえな。そこは大丈夫よ。ひでえな。職務は果たしてるからちゃんと。やべ、腹減り減り腹だ。腹減り減り腹。うわ、懐かしい。寝ようか。よし。よしよしよし。ここで寝るとえらいことになるんだよな。で、戻れか。ベッド持ってく？まあ、ベッド持ってった方がいいよね。持ってった方がいいよね。いや、じゃあじゃあ、あっちあっち。ああ、入り口。そう、そう、手前で。依頼も多いな。一旦閉まっていくか。どうもっす。うん、はい。ああ、ありがとう。さっきやった謎のヤギ肉持ってってくれ。誰が焼いた邪魔だよね。誰が焼いたかわからん。ヤギ肉。よし、行こう。デコさん、あ、船船。あてあった方がいいかな。船はあった方がいい。あ、じゃあ作るわ。船ゲット。行こう。火つけるやつ持ってんの？持ってる。
残ってる。うん、じゃあこれを渡しとくか。どれ。いや、いらない、置いとこうぜ。怖いじゃん。これダイヤ吊るし置いとこうよ。危ねえじゃん。置いてっていいよ。なんで渡したんだよ。チェストの中に三千と輝くダイヤのクワがあったの。どこでも使い。あ、ネコさん、そういえばあれ、飯飯飯飯渡すわ。おう、おう、ジンゴット持っといた方がいいかな。ちょっと持ってくよ、俺も。何を持ってく？インゴット。あ、インゴット、うん、インゴットはあった方がいい気がする。飯もちょっと多めに持ってってるから必要だったら言って。うん。よし、行こう。こっちから。インゴットあるよな、多分。製鉄所抜けた先だな。どっちだ？あの製鉄所の先。の方の先、先、船がいるのか。あ、あるあるある。ある。うん。めっちゃ木落ちてる。何これ。ちょっとめっちゃ木落ちててめっちゃ邪魔。こうやって作られてるの。ん？ゴーレム？うん。船置きまーす。スタート位置が00だから、そっから約1000は離れた方がいいんだよな。1000ぐらい、うん、1000は離れた方がいいね。だよね。じゃあ行きますか。いや、まあ2個しかないからな、しょうがない。2欠するって。あ、1個あるって、うん、いいよ、めんどくさいから。いや、待って、じゃあそれ1個持ってこいよ。な、もし何かあってなくなったってなった時めんどくさいじゃん。木があるから。あ、まあそっか。うん、植える用の木もあるから大丈夫。植える用の木時間かかるし、やねえ。まあ、まっすぐ行って、まあ今まで反対側の方の遠くに行ってずっとネザーゲートを作ってきて、ずっとバイオーム失敗してるからね。反対側の方で開いて、うん、多少なりとも当たりが来てくれれば。トンビちゃんの右首のところあれなんだね、水色なんだね、これね。え、知らんかった。何その知られざる事実。俺なんかついてんじゃない。なんかついてんじゃない。あ、違う、俺あれ着てるからだよ。なんだっけ、あれ、石塚が着てる、本邪魔から石塚が着てるみたいな服着てる。あ、何それ。あ、オーバーオール。あ、そう、オーバーオール。ホンジャマカ。ホンジャマカの。で、他にいなくない？オーバーオール代表って。なかなか、確かに、うん。オーバーオールジャパン代表いないじゃん。典型的な。他にいる？オーバーオール代表って。ああ。マリオ。七瀬なつみだね。マリオだ。七瀬なつみって誰だよ。知らないの？知らねえよ。ポッカポッカ知らないの？知らねえよ。誰だよ、ナーズの厚みって。見てないのか。お、船だ。船？ほら。あ、船だ。燃やす。いいね。見てから燃やそうぜ。燃やそう。いや、上がれねえな、おい。
はい、お、ありました。なんかある。紙いいね。と宝の地図です。紙と何、宝の地図いいね。ちり紙全部もらってたよ。宝の地図、お、そっちにた、宝こっちだぞ。え、宝こっち、なんかある、どっち。いや、待って、トマちゃんなんかあるか確認してから。 上の部屋とか、なんか部屋は何もなかったな。椅子しかねえな、うん、何もない。うん、オッケー、じゃあおやすは。それどうやってつけんの。え、L2。 ああ、それか。どうぞ。火打ちのやつか。し、楽しそうだな。あ、あっち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 。楽しそうだな。燃えてる、燃えてる、燃えてる。燃えてる、燃えてる。まあ、一度これで村を一個なくしてるからね。宝の地図待って、こっちだ。こっち？こっち。なんか砂浜にあるっぽいよ、いつも。砂浜にある。うん。あ、掘ったら出るってこと？掘ったら出るの。ここだわ。ここ？ここ。ここら辺掘れば多分あるはず。ちょっと、ま、俺の真下ではなくていいだろ。ちょ、ま、なんか、どうすんだ、溶岩とか出ちったら。いや、燃えてなくなるだけじゃない、多分。多分ここで合ってるはずだよ。今、ちょっとバツの真ん中にいるから。あ、ここだけ違う。ここだけ違う？なんかちょっと違う。あ、なんか出てきたぞ。あ、これだ、これ。お、来たじゃん。何入ってる？お、ダイヤ。ダイヤ取れ。マジかよ。海洋の心。何海洋の心って。わからん。根こそぎ持っていく。チェーンできる。やっとじゃん。これ持っとくとやばいんで、誰か、はい、いや、しょうがない、これとこれ行くしかねえよ。何これ持っとくとやばいんでって、自分の死亡率、自分の自分のデス値の高さを今そう、持っとくとやばいからさ。じゃあ船行こう。ああ、船がなくなっていく。なくなっていく。あれ本当だよ、ひどいな。本当燃えるんだね。最高。もうちょっと先行った方がいいか。うん、まだ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 だよ。まだまだ先がいいと思う。なんで海洋の心、マジ邪魔なんだけど。いや、海洋の心は多分なんか何かしらいると思うよ。何海洋の心って、マジ聞いたことないんだけど。そんな胃に穴が開くとかじゃないかな、多分。もうその海洋地形で。その海洋。海洋の方。あ、今、今一番右側がマイナス1000超えました。お、いいね。あの前の島あたりで一回作る。そうね。じゃあ。うん。あの森林、ジャングルっぽいところ。オッケーオッケー。全く知らない土地に来た。南国だね、南国。ジャングルまで行っちゃう？お、いい、いい感じだね。なんか新しい、木が不足してたから木を取り放題だね。新しい土地って感じ。ここでいいか、ゲート作るの。おい、まあ、猫いるしね。猫はもういらないけどな。この宝の地図も考えたらいらなくね。もう見ちゃったし。よし、じゃあ建てますか。建てます。下が、下3だっけ。下に、ちょっと待って、向こうにラメジャーいるわよ。ピリジャーいるわよ。
下にでいけたっけ、下に2でいける、うん、2でいける2でいける、はいはい、ででこうこうでこうこう、その先いるからね、行くぞ、もうキラ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 、かわいいかわいい、はい、はい、どうぞ、できました。あ、ベッド持ってきてねえ、ベッド持ってきた、あ、ベッド持ってきてないわ、作るかこれいない羊、なんか捕まえとるし、羊はいるかな、羊いないか、そんな簡単にね、もう夜だし、いや一旦中入って中速攻でスケルトンとかいて抜かれたらやばいよな、ちょいリスキーだな、ちょっと待って俺一回ここにあれ作るわ、一旦ここに、一旦ここにこれ置いて、で、チェスト、こっちだよな、チェスト、チェスト置いて、大事そうなもん置いていくわ、宝の地図じゃねえ、ちょっと俺、ちょっとあれ、内見だけしてくれ、ちょっと全部を入れて内見、うん、内見してくる、やべクリーパー、あーベッドありゃな、死んでも別に問題ないんだけど、猫いんのにな、猫いるといるのクリーパー、あれそれ猫として認識したいんじゃないの、マジか、うん、は？はって言って、なんだここ、はってなんやねん、なんだここ、まあとりあえず要塞はない、要塞はない、要塞はなさそう、見たことないイノシシがいる、下にピグリンがいる、多分入っても大丈夫そう、とりあえず、うん、おただいま、とりあえず全部持っていこう、うわダイヤモンド怖え、やべなんか、なんか来てるぞ、ダイヤモンド持ち歩くの怖えー、しかも2個15、あー置いてくか、ダイヤモンド置いてく、置いてっていいよ、ここに、ここに、あ、なんか来てる、お、金の野郎が来てるな、金メットゲット、あ、でもあれだな、あれいたから、ピグリンいたから、作業台持ってくか、向こうで金掘って速攻で、後ろー、危ねー、行くよー、よいしょ金装備必要だね、うん、持ってきたよ、お、すげえ着てるよ、めっちゃちゃんとしてるよ、たまにちゃんとするよね、ちゃんとしてますよ何を言っているんだね、とりあえず着いた、あ、金あった、洞窟だ、こっちは何かしらがつながってるっぽい、
問題こっちだな。見渡せるところで外確認してって感じかな。あ、みんな入った？まだ。やばー、まだ入ってないよ。やばやばやば、危ねえ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 、はい、危ったー溶岩で行かれるとこだったー。危な、行こう。道見失ったー。あれどっちだっけ、どっちに行ったんだ。目印は、あ、いえ、すぐ戻れる。いいよ。もうどこだこれ。もうやっべ、これでも一応要塞は見えないんだよね。要塞はなさそうだね。うん。そっちがマグマです。おーい、あー、なんか見たことないイノシシいる。ちょっとヤバそうかも、あいつ。あ、イノシシヤバいよマジ。ちょっとつ猛進してくるよ、戦闘態勢で。あぶねえ、今トマちゃんがヘイト集めてくれたから。お、やば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 、何何何やば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 、何、クソ持ってるやついる。いた、クロスボウ持ってるやつ。盾盾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 盾金を身につけてください。ちょっとそんな暇がない。こいつらはやる、こいつらはやる。よし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 、全滅じゃ。よし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 、ナイスナイス。ちょっと一回金装備つけるわ。トーマちゃんがないんだよな、金装備。うん、持ってないわ。ちょっと待って、落とさなかった今、金のやつ。金装備落とした。本当は、あ、なんか1個あるよ。金の剣。剣はどうだ？剣はどうなんすかね。金の剣。なんかさ、誰かさ、金ごと持ってない？1個あるよ。1個ある、ちょうだい。はい。あー、もう1個ありゃ足作れんだけど、2個か。どっかで金掘ろう。さっき金落ち、金掘れつあったな。ねえ、どこに？さっき1個ちょっと拾ったんだよね。拾って、とりあえず今俺敵対してないはずだから、ちょっと。うん、おお、敵対しない。でも、多分トマちゃんそっち行くと敵対する。危ないか。危ない。金取るとやばいよ、ここで。え、嘘。攻撃されるよ。あ、そうなの？俺の金をってなるよ。じゃあてめえで掘れいいじゃん。近づかれへんの？いってね、お前。金あった金あった。ちょっと待ってて。やばい。やった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 。トマ死ぬなよ。うん。よし。いた。スイカ、スイカ。わ、イノシシいる。イノシシやばいよ。あ、後ろ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 。イノシシは金を装備してても攻撃してくるから。マジか。突進してくるから俺つ。あ、いった。減り方えぐ。あれ、ボックスとかだっけ、どこ行ったっけ。お、取れたんだ、すげえな。
いけた。よし、待って。はい。トーマス。はい。ほら。はけ。はけ。パンツか。いや、靴。靴か。上行ったの？いや、上、こっち行った。うん。とりあえず要塞があるかどうかを確認だけしないと。あ、よし。よし。あとは一瞬でなくなる。オッケーです。火は消しましょう。金あった。インゴット作る。インゴット作るんだけど、いけないから。え、なんで？ピグリンがいたら見られたらやばいことになるぞ。欲しけや取ればいいじゃん自分で。何で？あ、豚どもが。豚どもって。あとでインゴットであげるのがいいじゃん別に。堅いこと言うんじゃねえよ豚が。あ、降りれそうだな。うん。周りいる？ピグリいない？おるよ。お、すげえある、すげえある、すげえある。うひょ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 。金だ、金だ。よし。問題は要塞のありなしなんですよね。エンダーマンはおらんな。ここのバイオームはいないんだね。だからピグリンがいるところはエンダーマンいないしみたいな。うん、どこでもバクじゃないやんやつら。ただ要塞要塞っつってるけどさ、俺要塞の実物見たことないからさ、どんなもんかわからんよね。そう、情報が。まあ要塞っぽければいいんじゃない。まあなんかレンガでできてるっぽいけどね。道作ってます。通れねえ。やばいやばいやばい。あ、ちょ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 。トーマス、なんかやってる。何やってんの？何やってんの？トーマス、何やってんの？何やってんの？生きてる？何やってんの？生きてる？生きてる。どうした？生きてるけど、ここなんか溶岩出てきた。掘るからや。なんで掘ってん？それは掘ったからや。丸石じゃダメなんか、ここは。丸石いけるよ。マジ？運送がやったら防げるこれ。あ、防げる。下、上開けるわ。おい。火燃えとるやんけ。危な。これでいけば。バッチった。壊すなよ、危ねえ。こっちか。うん。どうやん、そこちょっとどいて。あ、塞いじゃった。どこさん塞いじゃった。ひでえな。ちょっとこっち出てよ。そこ階段すっから。ひでえな。オッケー。じゃあこっち行くか。目印つけていくか。いる、あのピグリ。ピグリは別に大丈夫よ、もう金来てるから。あ、そっか。そう、でけえイノシシがやべえっていう。やべえのか。イノシシやばいよ、気をつけて。イノシシに気をつけて。あ、トーマスいる。あ、後ろにいる。あ、いる。早いことだ。ちょっとここ固まっていこう。ここはちょっともう全員トレインで、ちょっとでも目離すともう。周り見ながら行かないと、要塞見逃すパターンあるよな。うん、確かに。
やべ、松明がなくなってきた。松明、まあ目印に置いてんだけど。石でもいいよ、全然石いっぱいあるから。松明さ、明るいから見逃しそうじゃね、うん、全体的になさそうだな。まだまだ先だなこれな。先なのか逆なのか、はたまた上なのかってこともあるよね。上っていう可能性があるよな。そう、上でも違うくない？とりあえずなんか分かってんのはレンガ作りで一直線みたいになってるっぽいんだよね、うん、俺が見たことある情報は、ああこれどうしようか、どっから行く？下溶岩やんな。降りる？どこにいんの今？そっちか。降りるか？いや上から行った方が良くない？だよな、戻れなくなるもんな。掘るか。意外と溶岩の近くで掘っていくよね。いやそうなんだよね。流れてんじゃんそれちょっと。いやでもさ、しょうがないじゃん。だってしょうがないじゃないか。そこやばくないか。ダイヤモンド浮いてきたから大丈夫だ、問題ね。マジか。しゃあねえべ。開いたらすぐ U ターンすっから。これ開けてみてさ様子。ブロック準備しとこう、うん、閉じ込めよう。ブロックステンバイだけちょっとこっちにこっちに来れないように。いや最悪もうほんと俺犠牲にして構わない、もうそうなったら。あふごふごいってんの。そうじゃんこれ、いってるな、危ねえな。うん、壊れた。あふごふごいってるわ。でもさ、ネザーってこうやって見ていくしかないんだよね、多分ね。そうそうそう、それしかないと思うよ。これで突き進むしかないんだよ、多分。開いた。開いた。あ、やっべえ、これ。これやっべえんじゃね。なさそうっすね。地表まで降りて、地表の下を掘るっていうのが良さそうだけど。地表の下を掘る？うん。閉じろよ。閉じない。だってどこにいるか分かんなくなるんじゃん。だって窓枠だけ開けとかないと落ちるじゃん。窓枠。窓枠。ああ。これ行けなくない？だからこれで戻っちゃうよね。右行くとね。戻っちゃう？うん、まあまあまあ。うん、確かに。じゃあこっち側行った方がいいんじゃない？そっち側行くとダメでしょ。なんで？もうまたあれじゃん。またあれでしょ。崖になるでしょ。だからあっちにさ、あ見える？あっちにさ浮島があるんだよ。ああ、そういうこと。ああ、あるね。そこまでつなげちまうしかねえんじゃない？ああ、そうだね。そうだね。その作戦で行く？じゃあ。おお、その作戦で行こうか。でギリギリ向こうまでちょっと掘って進んでって。そうそう、鶴橋がやばかったし。いや、マジ大冒険だな、ほんと。いや、マジ大冒険じゃね。Stand by me。 Stand by me、ぶっちゃけ、いや、ぶっちゃけ俺らからしたら大した大冒険じゃねえよ。もはや俺らの方がよっぽど大冒険してるぞ。おい、腰が引けてるぞ。じゃあ俺ってほらコントローラードリフトすっからさ。
怖くて。埋めるかも。いやこれさ、問題はさ、うん、見つけてからじゃない？まあ見つけてからだろうね。だよね、本番考えたら。見つかるまでが長いんだよね。長いね、マジで。え、ちなみにデコさんのさ方の配信で見つけてんの？うん、いやなんかね、要塞、ネザー要塞じゃなくて、うん、エンダー要塞を見つけちゃってあーもう一個の方ね、そう、もう最終の要塞を見つけちゃったんだよ。あーなるほど。うん、エンドを見つけたってことね。エンド見つけちゃったんだよ。でもエンド見つけてもらってあれいるじゃん。何が？やっぱあれがいるじゃん、ブレイズロット必要じゃん。え、ブレイズロットはエンドに行くためのやつでしょ。あ、そこそこ、そこにあれか、うん。え、でもブレイズパウダーと、うん、あの何だっけ、エンダーアイ、あ、ま、混ぜ合わせたやつ使わないとあそこはめ込めなかったはずよ。マジか。でも結局いるってことか。そうだよ、残念だったね。え、鉄の剣で殴ればいいんじゃない？ダメだよ何をだよ、まず最後のあの竜みたいなやつ。いや、それは合ってるけど、鉄の剣で殴るのは。どうしよっか、困ったねこれ。どっち行く？今どっちの方向に来たかが分かんないんだよね。行くとしたら向こうかな。でもこれこっちから出てきたん。そう、出てきたん。どこだ、どう向いてんだこれ。あれ、来た。ステンバイ。あ、行っちゃった、行っちゃった。あっちから来てるから、でやっぱ向こう側行くしかないんだよね多分な。向こう側何もなくね。いや、見えないだけで。見えないだけで、うん、ああでも下から行った方が良さそうだねこれだと。下行くかじゃあ。うん、でも下溶岩っすよ。溶岩の下を通っていく。溶岩の下なんて行けんの？行けるでしょ。いやもうみんなフグフグ言ってて怖い。やだもうこいつら。怖い。これ下どうやって降りる？じゃあどうやって降りようか。水もねえぞ。水も使、水ね、ダメ、ダメっぽい。水使えないしさ。うん、階段状に掘っていく。とりあえずさ、あっちほら、あそこ、あっちさ、階段状になってんじゃん。どっち？向こう側。あ、うん、だから、あ、本当だ、あっちに行くか。こっから、こっから掘って、こう行って、うん、あそこ抜けるしかないんだろ。こう行くってこと？そう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 。ガオガオ。俺、溶岩出た時要員でやるから、任せて。溶岩は出ないよ。どのぐらいで折り曲がればいいかがよくわかんないんだ確かに。あ、つかんない。ついた、ついた。ここか。こっち、こっち側に行くか。ついたってどういうこと？あ、ほんとだ。おお、ぶね。溶岩何？あ、ぶね。溶岩？え、溶岩？溶岩じゃない、溶岩じゃない。びっくりした。落ちる落ちる。ああ、なんか、え、待って、なんかあそこに丸石見えるんだけど。嘘。あれ、俺らがあそこ設置して、あの丸石さ、俺らが設置したやつだよね。どれ？正面。正面？あの、空いてる、あの、見えねえ、見えねえ。あれ、あ、そうだね。あれ、俺らがやったやつね。ってことはさ、ぐるっと回ってきたんじゃね回ってきてるかも。最終下に降りれれば。うん。そうだね。とりあえず下、とりあえず下降りよ。とりあえず下降りよ。もうとにかく下降りよ。上をぐるぐる回すのダメだ、俺。まあ、ダメだ、俺。いいで、しまった。ちょっと降りたね。何この道？道できてんじゃん。
なんこれ、俺さ、俺らが思った道じゃねえ。あれもしかして戻ってきてんじゃん、これ。いや、そうだわ。いや、これそうだわ。戻ってきてね。初期値だわ、これ。だから俺たち探索してる、実は探索できてねえんだよ。そう、探索できてないパターンだよ、これ。うわ、戻ってきた、ただいま。まだデコさんが松明ある頃だもん、これ。そうだよね。こっから下降りるとこ探す。こっからやばい、痛い、うん、イノシン2体いた。無理や、いた、やばい、死ぬ。うん、あの、溶ける、死ぬ、死ぬ、ぶねえ、死にかと思った。あれ、トーマスは？なんかちょっとね、違うところでイノシシに絡まれてる。今大丈夫？やった、うん、やべ、斧がなくなった。トモス、あっちだ。このな、ツルハシ作業台作るか。おりゃ、いたいた。これね、知ってる？ 2 マスのところはね、ジャンプしながら、ジャンプし続けるとめっちゃ早く移動できるっていうテクニックらしいよ。これ早く移動してるらしい。どうやら。どうやら。ここら辺降りれそうじゃない？ああ、そうね。溶岩横？溶岩横。めっちゃリスキー。でも他ないもんな。ちょ、何してんの？何？おー、もう何してんの今。ごめんごめん。いけそう？あ、これ下さ、全部続いてるから全部階段にすればいけそうな気がする。ちょっとここ続いてはないぞ。ここ広くしてる。続いてない？続いてはない。もうちょっと先じゃねえか。降りたいんだけどな。これ下階段にしちゃダメかな、ここから。ここちょっと待てよ。溶岩シールナイス、大事よ。途中までじゃねえかな。途中まででも行けてればさ、うん、あ、ここまでですね。ここからは、え、問題が発生したため、マルチプレイヤーのホストが停止しましたって言われた。え、いるじゃん。行けたかな。これでいけるよ。いける感じだね。よし、いけたね。でもこっから、あ、この下降りれるわ、普通に降りるよ。うい、あ、この下がちょっと高さあるけど、ふっ、いけた。一個置きゃいいね。まあそう言うなって。うわ、うわ、めちゃくちゃピグリいんだけど。うわ、めっちゃおる。怖え、怖えよ、マジ怖え。俺が女賢者だったら大変なってるよ。マジだよ。よかった、俺女剣士じゃなくて。殺せ。そう、殺せってなってたと思って。危うく薄い本になるとこだった。到着。
Don't attack. We are friends. 布団叩く。We are friends. We are friends. ほら攻撃してこない。We are friends 作戦大成功だ。で、作業だ。どっち方面に行くよ。どっち方面に行こうかね。ちょっと待って、作業台今デコさん吸い込んだね。あ、吸い込んだ吸い込んだ。設置しちゃっていいよ。何すんねん。インゴ。あ、金あるよ金。ピグリン渡しま、ピグリン渡しまっていいんじゃない。はい。はい、ちょっと待って。今くれた？あ、くれた。はい。なんかピグリンどんどんあげるといろいろくれるんでしょ、確か。あげてみよう。バイバイ。危ない。おい、こいつ何好きなんだろうな。なんかくれた？くれるでしょ。なんかくれた？落とした？何くれた？落としたら何くれた？くれるよ。あ、逃げた。これなんだなんだ。落としといたら多分来てくれるよ。インゴット。いやでも来てくれたけど何くれたか結局分かんなかった。とりあえず探索しようぜ。だってあれでしょ、あのエンダーアイが必要って言ったけど、結構俺たちさ、あのあいつ倒したからエンダーアイ持ってんだよね、うん、ぼちぼち。そう、戻れる自信がねえな、もうな。ああ、ここの番号覚えておく。待って、マイナス204の203のマイナス203 39のマイナス78。 OK、 覚えておいた。最終的にそう。ああ、イノシシ来てます。イノシシステンバイ。オッケーです。ナイス。みんな HP 管理気をつけて。ここで死ぬわけいかないから。要塞。要塞っぽいな。おりゃー、おりゃー。あ、なんか緑色。木があるな。ここバイオーム変わったかな、じゃあ。変わったよね。変わった、ね、緑のバイオームだったね。緑の森になりました。ついにバイオーム変更です。ですが要塞は見つかりません。あ、いるな。あ、いるな。エンダーいるな。緑のところはエンダーエリアなんかだかな。またここも入り組んでんな。あ、すげえなこれな。どうしよう、参ったな俺。降りるっちゃ降りるけど、でも下から行く方がいいよね多分ね。うん、上よりは下の方がいいと思う。でもこれチラチラで上見といた方がいいぞ。あ、ここ行けるわ。やべ。うお、やばいやばいやばい、エンダー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 。痛い、死ぬ。やつやこいつ、やばい。どこ行った？やっつけた。いや、まだ生きてるはず。いる。来た。まだいる。突破食らわした。立てスタンバイ。ねえ、どこ行ったあいつ。死んでくれてればいいんだけど。来ねえな。移動しよう。うん、下か。いて、びっくりした。やられたのかと思った。エンダーに目を合わせないように。あー、ここ降りられません。え、来た。マジ来た。
どうだ、一発切った。え、怖っ。あ、来る来る来る。ん、一回殴った後ろ。ん、あ、燃えてる燃えてる。ナイス。おお、ナイス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 。ここなんかあるんじゃない、これ。え？どこ？うーわ、下やべえな。いや、もうただの溶岩じゃねえか。溶岩しかねえじゃねえか。溶岩しかねえわ。いや、こっち行くしか。あ、あ、やべえ、やべえ、あ、落ちた。あー、ドラフト。あー、溶岩の中に落ちた。最悪。ドリフト。最悪。ドリフトした。あー、コントローラーだな。だからしゃがんでたのにドリフトした。ただいま。すーごい震えてる、俺。すごい震えて動けなくなってる。何このバグ。やばいんだけど。俺動けないんだけど。プル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 してる。プル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 して。何、どういうこと？うん、天すごいな。転生ミスったかもしれない。めっちゃ震えてる。動けなくなってる俺。やばいね。あ、動けてなった。ああ、よかった。よくねえよ。はあ。それ今いくつだっけ？マイナス203、マイナス39、マイナス48。かあ、遠いぞ。コントローラー、コントローラー買えばよかった。でもこの間さ、ヨドバシ見に行ったんだよ。コントローラー超高いの。高いよね。高い、マジで高い。高いよ、マジで。超バビった。いっぱいいる。いっぱいいるんだけど。マジ。どうやって降りるかだよな。飛んできてんじゃん。どこだ。どっか行ったっすね。うん、どっか行った。向こう行くとやべえな。向こう、すっげえいるから嫌なんだけど、あっち行くの。行ったら終わるんよな。行ったら終わるなぁ、これなぁ。何人いるかわかんねえんだよな、あれなぁ。やばいってあれ。これまっすぐ、まっすぐ行けねえかなぁ。降りれねえんだよな。つなげてみるか。ありますね。ちょっと、つなげてみるわ。いや、俺は行くぞ、みんなの元に。まあ、でこそ渡った先エンダーもいるっすね。ちょ、木まで来たぞ。待って、緑バイオームってことは逆に近いんじゃねえのか。こっちからの方が近いと思うよ。ね。で、元々のこの位置確か緑バイオームだったもんね。うん。ワンチャン。そっちから行く。マイナス203、マイナス203、39、78。よし、光触媒をここに置こうか。こっちがいいか。久しぶりじゃないここ。久しぶりに来た。お、懐かしい。メッシが作った拠点。あ、残ってるみたいな。あ、いろいろ落ちてんな。あ、落ちてんの。エンパ9個あるわ。マジか。エンパ9個入ってる。意味もなくガラス。あ、飯ある。ありがてー。木がある。あ、鶴橋とかある。もっとこ掘ってく。うん、ありっすね。そこ。あ、あった。
落ちた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 よ。生きてる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 。あ、お願いします。生きてる生きてる。あぶねえ、びっくりした今。マイナス203、マイナス203、つまりこっちか。マイナス203、イエーイ。こっちか、どうした。溶岩やん、ここ。やーべえって。やーべえって。向こう溶岩エリアなんだけど。マジか。待ってんなー、この辺。曲がる？ほんと要塞なんかあんのかな、マジ。ないかもしれない。マイナスか。こっちか。周りを見さしてくんないんだよね、こうやつらが、うん。ちなみにエンダーマン、あ、でもここはそうはネザーだからな。怖え。ネザー、エンダーマンって水に超弱いんだよね。あ、そうなの。そう、水にめっちゃ弱いのよ。だからエンドとかは水撒くのがいいらしいんだよ。あ、そうなんだ、うん、なんで水に弱いんだろう。水がない世界にいるからじゃん、レザーで。ああ、水がないからってこと。うん、なのかどうかなんかあれだけど。この下行けるの。そこいるんだけど、とりあえず合流しよう。ここ降りてみるか。違う違う違う。えボーイ、間違えてるぞ。やべ、死なないで。やべ、怖え。向かってるから死なないでのお願いよ。なんか死んでる、怖い。いけるか、行っちゃうか。行けるか、行っちゃうか。ひえー怖っ。怖いよね。こっちか。戻ってきた感じなのかな、これ。あぶねえ、落ちそう。あー、やっべーの来た、やっべーの来た。ガスト、ガスト、ガスト。ああ、スカイラグ。ガストだ、ガスト。スカイラグ来た。ガストやばいぞ。打ち返してね。火の玉を打ち返さないと、やっつけられない。でも打ち返して当たりゃもう一発だから。打ち返すって言えるの？なんか火の玉が飛んでくるんだよ。口から出すのよ。うん。こっちから来たよな。ここ来たんだよな。あぶね。ここへ来てまさかの金いらね。うぶね。上がるか。ボビット。嘘でしょ。道塞がっちゃった。道塞がっちゃってんじゃん。塞がっちゃってんじゃん。よし、こう行って。
どっちに行ったらいいんだろうねこれね。どれが正解か分かんない。まあだろうね。おっと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 、危なかった。マイナス119か。おお、ヨガを恐るべし。おお、死にかけた。マイナスいくつ？マイナス118。お、地形地形ぞ。50。マイナス118でしょ。うん、50の66。近い。すごい近い。俺近い。ラーク近い。ラークです。今非常に近い。ラークです。私こっちがいけねえんだよな。あ、いた。いた。ちょ落とすなよ。死んだ。死んだ。最悪や。やべえ、カバーできんかった。すみません。マイナス118の。やべえ、ピグリンだ。俺、鉄持ってる。あー、マジか。ここからか。あ、なんかついてる。明かりついてる。明かりついてるけど、待って待って。金装備がない。あ、やばい、溶岩。うわ、嘘でしょ。やめてやめて、バカバカ、やめてかわなんか、やばい、やばい感じになってない。やばい感じになってない。いやー、どこ行きゃいいんだよ。取られた、装備全部。マジで？ピグリンに、ピグリンに持ってかれた。いやもうマジネザーやだ。もうこの本当きついよね。もうこの拠点を、この拠点を、拠点を豊かにして、もうここで一生過ごそうかな。それなんじゃないか、マイクラって。ネザーってどうやって攻略するの。あー、もうGoogle 先生。ネザー攻略。ネザーについて徹底解説。生き方や要塞の見つけ方も合わせて紹介。いいですね。サムタイムゾンビの名前が見えるな。はあ。はあ。あっとね、建造物はいずれも背が高く、歩いて探す場合は自分が立っている場所よりも上に伸びているのがほとんどです。上に伸びている。うん、開けたところに出たらまず上を見渡してみましょう。なるほどな。
そしてネザーにはね、ネザーライト鉱石というね、ダイヤモンドを超える装備が存在するらしい。ああ、そう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 。あるらしいよ、そういうの。あるらしいです。噂によるとですけど、あくまで噂ですが。トーマス生きてんの？生きてる。おすげえな。とりあえず近い場所でもいいから、ちょっとあれか、探すか。近い場所でもいいから探す。いや、近いエリアからでも入ってちょっと探すか。もう要塞さえ見つけちゃえばさ、もうこっちのもんなんだよ。見つからんぞ。見つからんのよ。あ、金属持っていこう。いや、せめて今日要塞だけでも見つけたいよね。もう攻略はしなくてもいいから。もうどんだけやってんの。いや、それでも見つかんないっしょ。マジ泣きそうんだけど。俺は行くぞ。飯がない。飯飯飯を食らえ。飯がない。リンゴしかねえぞ。やばやば、ないじゃん。全然ないぞ。飯がねえ。釣りするしかねえか。釣りだな、これ。釣り竿。ちょっと待って、もうこういう時に限ってパン職人がパンを作ってくれてる可能性がある。ゼローゼロ。そいつら働いてないよね。ああ、働いてない思うけど。殺す殺すって何だよ。全然うんともすんとも言ってくんないからさ。うん、言わない。だから殺そうかなって。もう殺しちまおうかなと思ってひでえな。だってしょうがないじゃん。いたってしょうがないんだ。俺も釣りして魚集めるか。釣れねえぞ今多分あんまり。今釣れないとかあんの？あるみたいよ、時期的に。雨が降ってると釣りやすいとか、魚が集まってきやすいとか。へえ、知らんかった。あ、そんなのあんの？あるっぽいよ。場所じゃね？場所なの？なんか狭いとみたいな話とかあんだよな。確か。延々と釣りしてるシュールっぽい感じだな、これな。ちょっと待って待って。いや、飯がないからさ、マジ行きたくても行けねえんだよ。飯がないのよ。ほんとフグをなんかさばければいいんだけどね。さあ、免許ないんだよな。そう、免許ないんだよ。え、マジ釣れないんだけど。え、なんか釣れないの？
普通だよ普通、なかなか釣れないのは普通。バンバン釣れるじゃん普通。え、なんでこんな釣れないの。え、もっとコンピちゃんのがあると雨降らないよね、ほんとね、あんまりね。いや、バンバン降ってるよ。あ、やばい、やばい、あー、終わった。エンダーマンに殺害された。戻ってきた。おかえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさい。ついに帰ってきましたトーマスが。あいつよ。最後の最後。あれね、無理だよ。トーマスが。やってきました。ちょっと見るとさ、すぐ目合うじゃん。しかも人識過剰なんだよね。こっち見てねえんだよ。うん、おめえのこと別に見てねえよ。あんだけいるとね、しゃあない、しゃあない。意外もそうだってお前。人識過剰なんだあいつ。マジ人識過剰系陰キャだから。悪いなぁ。しょうがないんだ。いつもクラスの隅っこでみんな俺のこと見てるなって思いながらチラ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 周り見てるタイプのやつだから。あの一番ややこしいタイプやん。曲がり間違ったら後に結構大きい事件起こすタイプ。ああそうね。うん。それがエンダーマンだな。マイナリ小なり事件起こしそうな感じ。そう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 。いやフグいらねえ。フグいらないよね。フグなんか使えねえの。あ、魚落ちてんなあそこな。あ、いた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 。あちゃ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 。当たってやられんのか、あれ、鮭が。あの、溶岩のところでしょ。うん。そう。あれ、そういう農業だから。あれ、漁業だから。そういう漁業なの、うん、これ。あれ、そうそう。うん。マグマ漁だから。マグマ漁。でも取りに行ったら自分も当たるよね。そうだね。痛い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 。なんか、いいのか悪いのかよくわかんねえっていう。魚を何件か入れて、飯が枯渇してるな。やっぱあれだよ、あの農業を任せたのが多分ダメだったんだと思う。ダメだ、失敗だね。それほんとでかい。農業を他人に任せた。自作が自作にしなかったから、うん、ちょっとやっぱり結局カルシウムを取んないといけないみたいな感じになってます。全て自動化にしようと思った私が失敗したら。やはり自分でやれることやんなきゃいけなかったんだ。敗北だ。現代技術の敗北だ。現代技術でもないけどな。どっちかっていうとあれ近代だな、現代ではないな。近代植民地の感じだな。全て自動化しようとした私の失敗だ。やべ、焦った焦った。エンダー来た、エンダー来た。さっきのやつじゃないこれ。エンダー来てんのこれ、トーマスさん倒したやつ。そんなことある。そう、あのストーカーだから。ついてきた。うん、ついてきた。熱烈なニューアーコファンって可能性があるから。ピアノのほうがいいな。
プラン懐かしいな。あれ先に聞いた方がいい。熱烈なファンって恐れがあるからな。セブンデイの頃から見てますってパターンかもしれないから。ああ、なるほどね。PS4 版の頃から見てます。うん、古参だよね。古参やな。古参ファンの可能性あるから。古参ファン。まあ無理にもできねえぞ。そろそろ私寝ようかしら。おお、何時今？やば。1時20分ぐらいか。今回もネザーは、ネザー攻略失敗か。食事を作る算段をしとかないとやべえぞこれ。そうだね、ちょっとあれだ、ここのさ、このネザーの横あんじゃん、うん、ネザーの横に大規模な畑を作ろう。ああ、そうね、ああ、それがいいかな。ちょっとそれやってから寝るわ俺は。この大規模な畑を作るわ。デコト。デコト。デコトって言われる。デコト作る。大規模な畑を。土取ってこないときに。土取ってこよう。シャベル拾って。なんかさ、でもさ、なんかあの、うん、収穫が一気にできるみたいなのあるじゃん。水流せばいいんじゃない。そう、水流せば一気にだ。あれあんじゃん。あれはなんかちょっといいよね。憧れちゃうよね。バケツ流せばいいじゃん。ちょっと原始人っぽいな。原始人っぽいな。ちょっとムーブー原始人だな、それちょっと。あそこあるな。よし。土集めろ。畑に敵が入ってこないようにサクッ作んないといけんだな。にしてもまた資材がなくなってきたな、本当に。すぐなくなる。すぐなくなるよ。落としてきちゃうからね。ちょっとロストするからね。やっぱ特にネザーはもう回収が難しいからね。なんかねもうちょっと道を作らないときついかも。うこう一本道で行けるとかさ。そうね、うん。ただ問題はその目的の場所がさ、うん、まだ見つかってないからさ、道を作れないんだよね。ああ、そうね。こう軽作業得意な人間がやっぱりちょっといて、ちょっとまたちょっと資材増やさなきゃダメだな。トーマさん、あのメッシによろしく言ってる。作業の女王こと。いや、いつやってんのあれ。メッシのあのさっきのあれ見た時ちょっとびっくりしたもん。嘘だろあれ。いつやってたんこれと。もうやべ、上がってきやがった。あれ、はい、お疲れっす。お疲れーす。おい、じゃあ畑作るか。ごめんね。いや、ふう、いらないもんばっかり釣ってんだよな。そうなんだよね、釣りってだから効率悪いんだよね。効率悪いよね。スレインの葉何に使うんだろうな。ああ、謎。マジ謎。あ、もうなくなった土。早っ。全然足んねえじゃん。あったよな。ち
ちょっと連れてくるか。夜っぽいけど。てか夜やん。夜だよ。父もワンスタップじゃ足んねえや全然。ワンスタップで生きると思ったら俺がバカだった。マジこのコントローラードリフトすんのもうやだな。買え。たくマジ8000円すんだぜ。知ってる。いやもうちょっと引くよね。8000円マジかよと思ってた。ちょっと分解しようかな、チャレンジで。分解チャレンジもあると思う。いや怖え。いや1個買っといてね。やべ、ドン引きしちゃった。うわそんないっぱい来てた。牛じゃねえんだよ、羊を探してんだよ。土掘ってんの邪魔すんじゃないよ。来てたね。お前今動物繁殖させてる。ちょっと一匹欲しい。まあだいぶ減ったかんな、あのピーリジアのランで。旗立てる旗。もうやめて、もうほんと今日2人だよ、もう死ぬって 100% 永遠に終わんねえよあの方が。ポークポークポーク出んな出んな、こっち来い、こっち来い。ミスタックじゃないじゃん。どけよどけよ、こっち来い、こっち来い。嘘だろ。よし。びっくりした。取れないな。勘弁してや。どういった。やべえ、飯なかった。まあでも朝だ。じゃ結構。どっちだ、こっちか。あ、子供産まねえな、こいつらな。うまないなんてことあったっけ。火がないからこれ育ってないような気がするんだよな。よし、僕ちゃんこれあれ釣るよりか潜って切った方が早いぞ。何を。魚潜って切った方が早い、うん、早いよ。マジで。もう目に見えているから。どっちだ羊これ。こっちか。子供作る。作ってくれる。ああケツついてる、ケツついてる、ケツついてる。ああ作れ。言い方気持ち悪かったよ。子供作ってくれる。怖いよ。作らねえんだよな、2個いるんだよな。なんだお前ラマ。俺だ。小麦が育たねえ。ドリフトするから超うざい。
どこまで、ここまでかな。あれどこに作ってる？え？ネザーゲの横。ネザーゲートの横。おうおうおう、そこね。うん。もう超でかいの作るわ。一生一生パン食ってられるぐらい。声がやる気がない、張りがない感じになったけど大丈夫か。いや、それ大丈夫か。いや、そりゃそうだろうよ。張り合いがないぞ。ネザー突入失敗した挙句にさ、今畑作ってんだぜ俺。いいじゃない。張り合いもクソもねえだろ。いいじゃない。おめえ、畑作りましょう。ああミスった最悪。もうここだな。もうここだわ。必要ね。はいよ。おゆ。よいしょ。ういほい。うん？だ。また行くぞ。これ何いくつだっけ。なんか落ちんのうっぜえなマジで。あれこれいくつだっけ。何対何で水が吸ってくれるんだっけ。なんか決まってたよね。あいつ、あいつクソ一匹逃げやがったな。何なんだ。ほら、ほら。9対9だっけ。1個設置したら。ぶった、ぶった。ぶったばっか。お互いに全然話聞いてない。ぶったばっか。ちょっと土が足りない、土が足りないだと。土が足りない。めんどくせえ。大丈夫、持っていく。大丈夫、土ぐらい自分で掘れな。やる気がねえんだよな。でも動いてるからね、ちゃんと。ね、もうネザーの喪失感エグいんだよ。ないんじゃないかな、あのネザーに。要塞、もはや。マジで。いや、あそこまで見てなかったらもうないんじゃねえよ。どっからどう行くつもりなんだよ。
もうこれでいけるかな、いける気がするんだけどな、足りないかな。なんかじゃがいも、うん、小麦、じゃがいもみたいな、うん、交互に植えるといいらしいね。へえ、育つらしいね。育ちやすいんだ。うん、初めて聞いた、そんなの。誰情報？水がなくなるな、これ。それ誰情報？大丈夫。それ誰情報それ？え？お、土ナイス。うちのリスナーさん。まあデコさんに悪意を持って嘘ってことの可能性もあるからね。んなことねえだろ。デゴリオンリスナーのことだ。あ。で何対何だっけ、何個かでこう水真ん中開けていかないといけないよね。いくつだっけな、半径いくつって言ったっけな。4マスとか言ってたっけ。4マスだったような気がする。確か、うん、5、6、7、8、9、10マスなんで、ここ、うん、ここここでいいんじゃない、ここに5マスずつでいいんじゃない、とりあえず面倒くさいから耕してみようって、うん、耕してみよう、いいか。やっべ、ダイヤの句はほんと早えな。ダイヤの句はここへ来て活躍。奇跡の、すげえな、奇跡のダイヤの句、仕事早えな。ダイヤの句はここへ来て大活躍の巻。ただ持ってる、ちょっとはあるけどそんなない。結構いっぱいあったはず。持ってくるわ、種。明かりを上に置かないといけないんじゃない？多分。明かり？その穴開けたとこの上とかに。ああ、はい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 。あれでよくね。ハーフブロックで、ハーフブロック、ハーフブロックと干渉しなかったはずだ俺。折れてないとこあるな、耕してないとこだ、間違いたい。両サイドにあれか、ハーフブロック置かないと。やべ、2個しか取れなかったじゃん。ポーク、ポーク、
ポークは何を食べるんだ。羊。え、ポーク羊食うの。羊。やば。お、子供作れ。子供作れ。子供作ってくれ。怖怖えよ。言い回し怖えよ。どんどん作れ、どんどん作れ。ここ種は、種、スイカの種はある。スイカな。種集めの旅に出よう。種集めの旅出ちゃう。意外とね、こういう時出ないよね。わかる、出ないよね。出ない出ない。物欲センサーという。わかるわ。牛だ、牛だ。種の確率とかちょっと見てみたい感じだよね。種の確率？確率、出る確率。いや結構相当高いんじゃね？木とかは結構落ちるじゃない。うん。いや木の苗より確率高いと思うけど俺。マジで？うん。ゾンビがいっぱい落としてくれればいいよな。シープだ、シープ。これで11個か、きついな。種？種。肉だ肉、肉だ肉。種出すよりダイヤ掘る方が多分確率高いぞこれ。あ、それはあるかも。なあその心ない返事。どういうことやねその心ない返事。そんなことねえだろうよ。牛やむしろよく答えてるだろ。偉いよ。えらいか。こんな必死になって。誰種なんかあれじゃない、
チェスト開けたらどっかにめっちゃ入ってんじゃない？嘘。多分わかんないけど、ま、うん、なんかそんな感じするんだけどな。意外にないか。カカオ豆いらない。なんかな、曲げてるイメージなんだけどな、種が。よし、意外にねえな。ないでしょ。ああ、3個だけあった。チビゾンビー3個だけあった。チビゾンビ、こねろこねろ。5個だけゲット。あぶね、種5個だけゲットしたけど、あ、落ちた、なんか落ちた。どこ、これ、洞窟みたいなとこ落ちた。あぶねー、死ぬ手前やん、これ。あぶな、死ぬ手前、手前。よくここで耐えた。あぶねえ、マジで。あと一歩間違えたら落ちて死んでたわ。あぶな、ここ。うお、あぶねえ。爆発したな、あいつな。どれや、おい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 、よし、いいんじゃないかい。何個いるんだ。すっげえイライラする、このドリフトすんの。もうそれはストレスを考えて買った方がいいよ。まあそうなんだよね、マジめちゃくちゃストレス。あれ、デコさん全然ここ、うん、水にならないエリアがあるかも。いや、でもそんなことねえか。なるなる。あれ、なってなってる。できた。
いいね。で、よし、一回変えるか。どっちだ。ひでえな、こいつ。種を持って帰ってきたぞ。ナイス。なんかすげえことになってないこれ。守ってんのよ。でゾンビとか入ってきてさ、中でピョンピョンされちゃったらさ、もうあれじゃん、罪じゃん。まあ自分もゾンビなんだけどね。ああ、危ね、死にかけた今。おお、まだ足りねえじゃんこれ。全然足りねえじゃんか。ちょっと飯食わないで死ぬわ。気がつけばあと 0.5 しかなかった HP。 危なー。飯食おう、飯。こっちから入るのね。あれ軽く迷子になって、あ、ここか。2箇所出入りできるとこあるよ。なるほど。ちょっと風景が変わるだけでこんな迷子になるもんなんだ。よし、入れるか。肉、肉。で、これとこれで本ができるはず。本、本。そして本棚は、本棚。よし。本棚が12個。通りで開けねえわけだわ。まだ紙いるっぽいな。紙いるっぽいな、これな、まだな。紙もまだ足りない。何個いるんだ、結局本棚。わからん。いいよ。紙。邪魔じゃ、どっけよあれ。よし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 。あとは畑ですな。本当に良い畑だけだったな。あれ種足りない？ん？種足りない？ん、ちゃんと大丈夫大丈夫。種なぁ。ダイヤモンドが2個いるのね。何が？クワ？もうやめろよ。クワじゃない、クワじゃない、あのあれ、エンチャントテーブル。あ、そうなんだ。うん、ダイヤモンドあるよ。お、このさっき取ったやつ残ってる。マジか。うん、デコに悪用されないには俺のチェスに入ってる。隠すか。そこか。隠しといた。そこか。2個もらおう。じゃ、絶対悪いことに、悪いことに使うだろうなと思った。使わないよ。いや、使った過去があるから。ダイヤのスコップを。バカじゃねえ。なんだっけ、黒曜石が4。黒曜石あるんだっけ。
黒曜石はねえな。あ、ないな。黒曜石取ってこいか、これ。あ、チェストに入ってるかもしんない、もしかしたら。誰の？いや、倉庫の。倉庫のチェスト。うん、黒曜石が4つ。あと牧場の横に2個あるから、チェストの中に2個あれば。黒曜石、むっちゃあるやん。ある？うん。あら。1,2,3,4 4つ。さっき掘りに行かなくてもよかったんじゃない、これ。言えてる。本か。一旦ここちょっと。本一冊。ちょっと一旦ここ書いておりますね。これで、このエンチャントテーブル作って。本棚が15個いるんだよね。あと1個だよね。そうそう。あと1個だよね。意外に足りてないな。紙と皮か。意外に出ないな。こういう時にキノコアイランド14686210 なんだそれ。それ便利でしょ。でも便利だね。いつか行かなきゃって時にさ、なんとなくで行かないで数字でちゃんとナビゲートできるから。いや、ないなぁ。種出ねえなぁ。お来たよ、デコさん。種。種来た。種。もう、58。種58来ました。もうこれで埋まったでしょ。種58個ありゃ埋まったも同然でしょ。でもパン大量生産よ。全然足りない。ほぼワンスタック持ってきたのに足りない。嘘でしょ。半分も満たさなかった。え、種ってやばやばいよ。結構やばいよ。てかでかいの、でかい牧場、花牧場作りすぎたから全然埋まんねえじゃん。やべ、埋まる様子がねえ。マジこんな埋まんないの。ビートルートとか余ってなかったっけ。ビートルート余ってるよ。使い道ないよね。うん、ない。そしたらコンポスターに入れて骨粉にして、骨粉を麦に振りかければ成長めっちゃ早くなる。ああ、そうだね。うん。え、麦こんな、麦じゃねえや。こんな出ないっけ、種って。てか、このマジ、このセルフ農場、マジ、ほんといらなかったな。だんだん昔できたわ、ほんと。あまりに仕事しねえから。誰か
あいつら、あの自動農場のやつら。ああ、ただ監禁してるだけだよ。作ってるとこ見せてくれよ。うわ、マジで一個も作ってんやん。中の農民が死んでるとかないよね。ないか、さすがに。育たねえんじゃねえの。思ったように、思ったように育ってないからあれなんじゃないの、多分。歯がゆい気持ちで いんの。うん。川がいるんだよな。ちょっと遊びに行くか。種二十ゲッツ。種二十ゲッツで。よし。やべ、やべ。ほら。刈り尽くせ。結構食えるものは刈り尽くせ。豚だー。いた。なんだこれ。ここだけ違うの置いとこうかな。種だ。半分は埋まった。半分しか埋まってないんだよな、逆に言うと。一応見てんだな、こいつらな。何を？と、育ってると思うんだけど、それ取った方がいいと思うよ。あ、多分夜だから仕事しないんだよ。あ、そういうこと？仕事しないはずだから、こいつら。マジか。監禁されてる分際で。さすがだね。ここにやることねえはずなの。やる気があるってことだね。昼頑張るんでみたいな。今風やん。今風の昼頑張るんでいつか、今休ませてもらっていいっすか。老気法あるんでみたいなこと言ってくれ。老気法。何がいるんだと。まともに働かねえやつを言い出すから。あ、木がいるのか。10個。
おっとやばい、スケルトンとウィッチだな。あ、なくなってる。あ、なくなってんな。スケルトンとウィッチは良くないな。よし。久しぶりだな、キー切るの。確かに。トントンやってないよ。全然やってないわ。よし。7割ぐらいかな。埋まったの。でもこの畑が全部バーって実ったらちょっと感動すんな。実るよ、大丈夫だよ。いや、実らない理由はないから。実るんだよ。いや、本当に種が出ない。もう種出ないでしょ。出ない、マジで出ない。おっ、クリーパーちゃん。なんか使うと出やすいとこあんのかな。ん？なんか壊すと出やすいとこあんのかな、もしかして。松明。燃えてるじゃん。松明、松明。なんかハサミでやるととかあんのかな。ハサミね。ハサミは考えたことなかったね。さすがにないかな。これで15かな。お、お、いいやんか。これとこれで、どこに作るんだろうな、これな。どこに作ったらええねん。16個。でもね、16程度じゃね、そこの幅埋まんねえんだよな。全然埋まる様子ねえんだよな。もうエンチャント？いける？これマジ？あれ持ってこないといけないのか。青いやつ持ってこないといけないのか。あー、そっか、そっか、青い鉱石必要なのか。それも掘らなきゃいけないじゃん。いや、いっぱいある、いっぱいある。なんだそれは。いっぱいある。多分これでいけそうな感じはするんだよな。お、いけるいける。マジ？いけるよ。付与してる。いけますよ。なんか。レベル低いんだけどね。最初だからでしょ？うん。レベル上げないと死にまくってる。経験値が。死にまくりーのだから。
なゾンビスポーナーのところであのレベル上げ用の一つ作れば、種42個いけたでしょう。さすがに。足りない。でもだいぶすげえでかい畑。これはすげえ。この1個のタイヤをちょっとこう隠しとこう。いや別に隠してるのはあなたのためなんだけど。できた？いいんじゃない？できてるよ。お、どこどこどこ？人道的ハウスのところに。お、マジマジ、見たい見たい。じゃあそれ見て終わりかな。畑も今7割は種植えたし、あとはもう子供作れよお前ら。頼むぞ頼むぞ。危ねえおじさんだ。外屋外園ちゃんと。いや中なかったんだもん。だってあ、本当だ。なんか作るわ。じゃあ鶴橋か弓じゃない。鶴橋かな。効率強化、あと幸運とかついてるとあれなんだよね、出てくる個数が違うんだよね。ああそうだね。見たい見たい。だエンド行くときは装備とかにエンチャント組み込んで耐久力とか上げないとやばいかもね。あ、これ後ろあれだな、やべえな。まあいいか。なんで？あー、なるほど、大丈夫。ここまで上げればいい。勝手に警告文変えんなよ。今気づいた。え、何の話かな。毎日に感謝があれば何でもできるって。現金ですかじゃねえ。しっとり変えてんだ。せっかくカルト感出してんのに。カルト感出してみたよ。ちょっと分かった、中の看板変えてねえ。まあ、中の看板気に入ってたんだ。しれっと変えてんの。お茶目でしょ。お茶目は自分で言っちゃダメ。0点の人だから。ええやん、おしゃれ。何が？え、そのエンチャント、もう一個置いてもいいんだけどね。本棚あるから。あ、あるんだ。作れると思うから。なんか15個だからちょっと左右対称にしてはみたけど、時折その真面目さ出るよ。ん？時折その真面目さ出るよ。何が？時折。真面目さってなんだよ。誰が真面目なんだよ。時折出るよ。本当に時折だけど。せっかくだからちょっともうちょっとエンチャント OK っぽくしようか。あれあれ
こしまった。あれ、何なんてことないよ。あんなもん誰が使うんだって話だな。あ、革は本を作るのに使ってます。あ、それでか。そうそうそう、革がいるんだよ。急に革はねえと思ってびっくりした。革はね、必要なんですよ。そのための革だからね。あー、そうなんだ。うん、絵飾る用じゃねえんだ。絵飾る用じゃねえよ。違うの、ね、それ以外つかみ知らなかった。置いても大丈夫なんだよね、多分。使えるよな。あ、使えるね。大丈夫大丈夫。うんうんうん、よし。だけや。かわけ。おしゃれ。エンチャンター、エンチャンターです。エンチャンター。これいらないな。すげえ、ちゃんとそれっぽくなってる。それっぽいでしょ。蓋をすげえやっつけてあ、うん、マジか、ここで。喋らないと、喋らないマイクラになるからやばいよ。集中しちゃって。入った。うと、うと、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 マジで。
あ、いいじゃん。それっぽい。それっぽい、それっぽい、何が畑。いや、それっぽくしてる。まあ、もともとそれっぽいからな。何があ、そ、あれが。ちょっとエンチャントっぽい部屋にしといた。あれっぽいやつね。あれっぽいやつ。あれってなんだ。しまえるもしまっとく。なんか無駄に持ってんな俺。よいしょ。さあ、そろそろ寝るか。エンチャントタイムできたし。お、あとは次回スポナーのところを整備してレベル上げすぐで経験値すぐ取れるようにしてって感じかな。違うわ、レーザーだわ。レーザー行くんだ。レーザー。はあ、レーザー行かないとな。レーザー行くんだよ。ネザー次回、ね、次回ネザー特攻編お楽しみ。もうネザー特攻だよ。人数集めるだけ集めてもう一気にネザー突っ込んじまおうぜ。もうそれしか、行くの嫌になってるでしょ。嫌になってる。もうちょっと見つかんないと思ってるもん。というわけで要塞見つかんないだろうね、なかなかね。いや、見つかんないと進む、エンドいけねえんだよな、うん。はい、というわけで見ていただいた方ありがとうございました。また次回やっていきたいと思いますので見ていただけたら幸いでございます。というわけでまた次回お会いしましょう。それじゃ良い一日を。お疲れ様でした。おやすみなさい。お疲れ様でした。